sorry. Did I break your concentration? Check me out, though.
nigga. We'll be right back.
Tell me shit, but on all fours. Niggas know what it is, that uncut call. I'm my mother's firstborn, sworn to cause havoc. Since a little nigga, I was drawn to automatics. Bug me out a little, so the op of disadvantage. Scat off the block, guns hidden in the grasses. Ashes to ashes, tell me where the racks is. Burn this fucking down like little kids playing with matches or the mattress. We don't mean no harm, it's our friends. It's touching like a mother, so just tell us where it is. Niggas gotta eat, point blank, period. If we kill you, can't take you with you, it's not that serious. This is H, if you looking for him, nigga, here he is. I don't run for drama, I run to it. Oh, y'all niggas wanna dance? I run to it, gun to it. Nigga on the floor like a tree when it's uprooted. Dead, dead. Y'all niggas over, let us do it. Again and again. Give you more what you bargain for. Crack these niggas ass like hardwood floor. Bitch can't tell me shit, but on all fours. Niggas know what it is, that uncut raw, raw. More what you bargain. さあということでナードトーク、現在僕らは東京ワンマンの楽屋にいます。どうですか井上さん。いやーもうあとすぐ2時間ぐらい1時間ぐらい1時間ぐらい1時間ぐらいでもライブ始まるわけですよ。いやいやいや今現在このあの裏でねシャーって言ってるのはヘアメイクをあいたけが受けているところなんですけれどもね、どうですか今日から始まるわけだけどねえ。でもリハ直前にめっちゃしたねそうだねこの3日間、うん、今日おとつい昨日と結構大掛かりにリハをして、ね、今日もしっかりやってねえ、ねえちょっとここでゲストを召喚しますか。そうだ、ね、じゃあオンボーカルのケント長塚さんをお迎えして早くしなさい早く。はい。いやいや皆さん、ワンマンライブだね。声量ありますねやっぱりねリハ後だと。そうですね。今回は結構物販いろいろ凝ってるということなんですけど、その辺をねナードトークの視聴者にもちょっと教えていただけると嬉しいんですが。そうなんですよ。僕らねグッズを普通のなんかね文句みたいな名前書いた T シャツとかあんまペラペラなやつとか作りたくねえなってことで。いろいろとちょっとこだわりの一品をたくさん作ったんですよ。はい。例えば泉寛くんっていう同い年ぐらいのねおめちゃめちゃイケてるルイ・ヴィトンの店内とかの香りを作ってる、もう香りのスペシャリストがいるんですけど、その彼とエピストロフのコラボフレグランスとか
そう、今回僕らの作品がムーンダンスって、あの現実の世界ともう一つの世界っていうね、うん、現実と異世界みたいなこう2つの世界観の中で描かれるストーリーをモチーフにした日本セットの香水があったりとか、あとはオレンジマグね、はいはい、あのテレビで飲んでたやつだ。そうです、テレビで飲んでたやつ、あのハサミ焼きっていうね、あの最近注目されつつある焼き物なんですけど、はいはい、それとエピストロフのコラボオレンジマグがあったりとか、あとはねマットバウェットっていう楽曲をテーマにしたウォンクの4人のイラストが描かれたキーホルダーと、あれかわいいね、あれかわいいですね、うん、で新たが愛用してるという iPhone リング iPhone リング、それからあとは、ああエピストロフ×福岡のレッグコーヒーって、ね、うん、スペシャリティコーヒー専門ショップがあるんですけど、そこ のコラボオリジナルブレンドコーヒー、僕が監修したやつが売ってます。僕が監修したやつね、あやたけに怒られるからこれ言わないとということで、これらの商品は全て今から先のムーンダンスツアー、どっからでもどこでも買える、買えます。あ、嬉しい。あの売り切りにならないようにうまいこと調整して全国に送れるしますので、まあこれの放送がいつになるのか知らないんだけど、あの福岡公演より前に出しちゃおうか、これ。あ、出しちゃう、うん、うんうん、じゃないとなんかね、あんまり意味ないよ。そうだね、そうだね。まあじゃあそんなことで、とりあえず一旦楽屋からということで、この後もちょっとメンバーの皆さんにもねお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ということでまた一人ゲストの方をお迎えしたいと思います。はい、はい、あやたけくーん、どうも。さあ、じゃあ今日はもうワンマンツアーが始まるわけですけど、どんなツアーにしたいですか？たくさん美味しいものを食べるツアーにしたいですね、はい、そればっかりじゃん食ハラで有名、食ハラ男と呼ばれてますが、確かにメンバーがどれだけねお腹がいっぱいだろうと締めのラーメン食べに行きますよって引きずり回すのが大体僕の役割なんでねお腹いっぱいって言ってる人はラーメン食べたいですよねっつって言って連れてくからね。そう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 、やばいっすよね。そう、特にねこの僕の暗示によく引っかかるのが井上寛さんなんですよ。確かに寛さん、そうご飯食べた後お腹いっぱいとか言って、でも僕がこう、いや、カンさん、ラーメン食べたいっすよねとか言ったら、だんだん食べたくなってるんですよね入っちゃうんだよね、なんか最終的に見たら食べられちゃうじゃん、そういうの。まあ確かにね、見たら食べれる、出てきたら食べれる、出てきたら食べれちゃうんですよ、なんでも。そうだね。じゃあ次が福岡公演ですけど、今日から見ると、はい、福岡はやっぱりお膝元としては何を、何で食ハラさせしてやろうという思いですか？いやもうそれはラーメンに決まってますよねそれはラーメンに決まっているよ。打ち上げ後のラーメンだからね、これね。そうですね、打ち上げ後の、なんなら3軒目ぐらいのラーメン、ね、そうそう、3軒目ぐらいのラーメン明け方のラーメン一番やばい、ね、いやいやいや、はい、楽しみですね。はい、よろしくお願いします。さあということで、はい、ナドトーク最初は東京公演のロケから聞いていただきましたけれども、はい、けれども、もうツアー終わってんのに何をグッズの紹介をしてるんだっていうケント長塚 ね、そう、本当はね8月やる予定だったからさ、ナドトークやる予定でしたね、この中で今のを流そうと思ってたのよ、はい、なんだけどできなかった ね、じゃあやっぱりやろうって決めないとできない ね、ちゃんと日程決めないとだって前回の放送が7月の20何日とかでしょ、23よ、ねえ、うん、もう今10月10日か10日、もうえらい時間経っちゃって、まあでもツアーもあったしさ、まあそうだね、いろいろあった、だから話すことはねいろいろあるはずなんですよ。そうということで、まあいつものごとく、はい、最近何があったかを
振り返っていこうかなと思うわけなんだけど、あ、ちょっと一回ナードトークの手前味噌を説明していい？あ、オッケー。ナードトークというのはですね、エピストロフという、僕らが所属しているレーベルの、ネットラジオになっています。パーソナリティは、ウォンクでベースを弾いている井上寛と、はい、エピストロフ所属メルローこと安藤光平です。でお二人でお送りしています。で、はい、まあ、番組の趣旨としましては、エピストロフというレーベルのことをみんなにもっとよく知ってもらおうということと、あとはそのファンの方々とね、こう、いろんなリアルタイムなやり取りができればな、できればなと思っておりますので、まあ、インスタとかツイッターでもいいですし、これをリアルタイムで聞いていただいている方は、この YouTube ライブの、ね、コメントを、出し、今皆さん書いていただいていると思うんですけども、チャット機能みたいなやつね、そこにいろいろ書いてくれれば僕らがたまに拾いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかもう2ヶ月丸々空いちゃうとさ、若干こうなんかなんていうの、こう立ち位置もままならないみたいな感じがあんだよ、ね、なんかなんだっけなんだっけ、どうやってやんだっけみたいな風にさ、確かに、ね、なっちゃってますけど、まあまあそういうことで、はい、まあ、活動報告をまあいつもやってるんで、結構ねいろいろやったよね。そうですね、いろいろやった。あの7月23からでしょう。そうそうそう、ちょっとカレンダー見ますけどね。まあ一番大きいのはやっぱりウォンクとしてはムーンダンスのリリースとムーンダンスツアーですよね。あ、はい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 。その僕らが前回放送した7月23日にはもう間もなくリリースしますと。そっか、まだ出てなかったんだ、言ってたんですよ、EP がムーンダンスを、はいはい。で、7月末にリリースして、うん、そっから怒涛のツアーに出るという感じでした ね。そうだったね。なんかさっき そのロケでも言ってたけど、結構東京公演始まる前にガガッと詰め込んでリハをして、そうそうそう、まあ、今回体制もね、なんか今までって結構ウォンク4人と俺とか、まあいてもう1人ギターがいてぐらいの、まあ、5、6人だったのが、そう ね、 ね、2ホーン、2ギターの8人編成になりまして、ね、で全公演ね、林くんと PA の染野くんと、うん、結構大所帯で、そうだね、カン君、泉カン君、さっきのフレグランスの、ね、うん、もう、まあ、車とかは一緒じゃないけど、ね、一緒に回ってね、会場の匂いを作ってもらって、ね、だから結構あれよね、打ち上げ場所の確保が結構大変だ。そうだね、全員で打ち上げできる場所ってなかなか ね大人数なのでなかったですよ ね。じゃあまあとりあえずなんかツアー振り返ってみますか。とりあえずそうだね、もういきなり8月になっちゃうけどまあ一旦ね、まあ一旦ね、うん、そうで先ほど聞いてもらってたのが8月の9日かな。そうだね、うん、東京公演一番最初だったんですよ。そう、東京スタートだったんだよね。そうで、なんか今回はまあライブに来ていただいた方は分かったかなと思うんですけど、いろいろこう照明とかもね、こう凝った演出をしたよね。そうだね、照明もやったし匂いもやったし、音以外の部分今回のツアーはかなりこだわってやりましたね、うん、音ももちろんこだわったし、イントロとアウトロをね、うんうんうん、ちゃんとつけたりとか、あとなんか東京公演はさ、ネオン、そうそうそう、ウォンクのネオン管ね、そう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 、あれをね、吊るしたりしてね、あれおしゃれだったね。ね、あれちょっとでもサイズ感とネオン管っていう都合上、うん、他会場にね持っていけなかったんですよ ね。難しいよね、車とかって飛行機とかで持っていけないもんね。そうそうそう、飛行機ではね持っていけなかった。いや俺はあれなんだっけ、ケント・ナガーツカがさスラックにさ、うん、ネオン管の管がさ、管な音の管になってその事件あったわそう、僕らスラックっていうチャットアプリで日々業務のやり取りをしてるんですけど、ネオン管を作るのはケントの担当だったんですよボーカルのね、ウォンクのボーカルのケント長塚 の担当だったんですけど、そこでずっとケントがネオン管の管をね、草冠だったんだ、そう、菅直人さんの草冠の管で書いてってネオンになった菅直人さんっていういじりをずっと受けてたのが印象的でしたね、それは。いやでもよく無事に作れてよかったですね、はい、あれもね。そう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 、まあそんなことがあって、であと東京公演はやっぱり、まあ、キャパ的にもね一番大きかったのかな、ツアーの中ではね。
そうね。だからなんだろうな、結構ステージも広くてやりたいことが何でもやれるみたいな感じではあったよね。そうだね、もうフルに詰め込んであの規模の会場でできることは全部やりきったかなと。やりきったかな、もうちょっといろいろあったけど。いや、あとは もうあのバシューンってなんかあのキラキラのテープが飛ぶやつとか、風船が上から降ってくるとか、そういうやつじゃないですか。そうだそうだそうだ。あとは映像ね。あ、映像ね。そうだね、映像はなんだっけ、この間あの去年のウォンクズプレイハウスでやったよね。そうだね、 VJ の方入れてサイバースペースラブの MV を流すみたいなのをやってたけど、まあ、今回はもうちょっとなんかこう、ね、光の演出で世界観をっていう感じだったよね。そうだね。で今回そのライブ全体、そのツアー全体をその8人編成で回ったじゃないですか。はいはい。そのなんか一人一人の紹介をせっかく時間あるラジオだからしたいなと思って。おー、しましょう。ちょうどさ昨日、うん、なあのナードトークじゃなくてウォンクレディオ、あ、ウォンクがやってるインター FM でやってるラジオの方で、はいはい、サポートメンバー会ということで、そうそう、安藤くんとギターの竹之内くんに来てもらったやつが放送されたと思うんですけど、はいはいはい、あの今回 の, そのサポートメンバー2人じゃなくて4人いたから全員ざっくりこうどんな人が一緒に回ったかをねここで簡単に説明したいと思うんですけど、はい、まずはまあサックスは安藤浩平ですよね、はいはい、まあ、サックス以外にも ギターは今回やってないのか。今回ギター2人もいるから俺がギターに必要ないし、いつもはねサックスギター MPC といろいろやってもらってるんだけど、今回はもう管楽器に、そう、まあ、あとは、まあ、MPC はやってるけどね。そうそう。だから本業に専念してもらって。そうそう。で、安藤浩平でしょ、うん、で、そのラジオに出てた竹之内くん。和也くんね。うん、まあ、ギターで、まあ、ロックンロール担当ギターということだったんだけど、うん、まさにそうなんだよね。うん、彼は、なんだろう、一聴するとウォンクに入らなそうと皆さん思うかもしれないんですけど、うん、それがいいんだよね。うん、そうだね。そうそうそう、まあギターヒーローって感じよね。そうそうそう、うん、あの上手い人じゃなくて何、いや下手じゃないんだよもちろんもちろん上手いんだけど、その上手い人っていうところよりはうわーっていう、うん、そのそうだ、なんかお利口さんタイプではないからね。そう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 、うん、だからそうちゃんとキャラがすごいあるギタリストって感じで、ね、あ、じゃあついでだからさ、そのなんか今回衣装のさ、ああ、あれを担当したじゃないですか、カンさんは。あ、僕がね、うん、そう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 。なんかカズヤの衣装のコンセプトは何だったの？俺的には引きこもりのメタル野郎っていう、うん、コンセプトがあって、なんだっけ、あのバイクに乗って現れる人、アイアンメイデンのさ、人とかってさ、はいはい、その、上裸に革ジャンとかさ、うんうんうん、なんかそういうイメージあんじゃん。あるね。だけど、うん、あの和也くんはそうじゃなくて、うん、ちゃんと革ジャン、半袖の革ジャンを着てるんだけど、うん、中にはちゃんとシャツを着せて振り切れないけどロック好きですっていう感じは見た目上出した。なるほどなるほど。そう、引きこもりのメタラーっていうコンセプトの衣装でしたそしてそして、もう一人ギター、はいはい、こちらもね前からお世話になっているウォンクのライブでお世話になっている小川翔さんというギター。翔 さんはもう毎回思うけど本当に素晴らしいね。素晴らしいよね。そう、うん、あのね全然また和也くんとキャラが違って、うん、それがまたいいんですよね、二人組み合わせた時に。なんかね、だからやっぱりそのさっき言ってたお利口さん、お利口さんっていうというか、なんかもう丹念みたいなタイプだもんね、翔さんはね。もちろん翔さんも多分ガンガン前に出ようと思えば出れる、うん、と思うんだけど、そうじゃなくてもっとねこう全方面カバーしてくれるスキルを持ってるから、それは、ね、とてもありがたいんですよね。そうそう、確かに確かに。そうそうそう、だからえで、あ、そうだ、翔さんはね、こと今回のね衣装はね、そうそう、なかなか見たことない。あ、そう、だから翔さんと付き合いがさ、もう俺何年なんだ、うん、もう結構長い付き合いなんだけど、うん、10年差し掛かろうかというぐらいの、はいはい、あんな翔さん見たことないっていうね格好だったんだけどね。あれのテーマも一応あって、うん、
ダークソウルに出てくる農夫、うん、わかるかなこれ。わかんないな。ダークソウルってゲームがあるんですけど、うん、それの敵キャラなんだけど、なんか、うん、その魔女っぽい農夫っぽいキャラクターがいるかわかんないけど、全然いないかもしれないけど、うん、っていうイメージ。まあ、そういうイメージ。全身黒だけど、うん、ちょっと丸っとしたシルエットの、うん、で大きいハットをかぶってるみたいな。あ、なるほど。ダークソウルの農夫っていうテーマでした。はいはいはい、あんなね、なんかサルエルのズボンを履いて、結構ね、なんか重ね着みたいな感じだったね。いや、あのああいう女優帽系の帽子をかぶってるショーさんっていうのは初めて見たからね。そうか。いやでも似合うと思うんだけどな。いや、似合ってた、似合ってた。似合ってたよね。そういうあれだったら、あの、な、なに、あのハイドのソロプロジェクトの仕事とか取れそうとか思ったサポートできそうみたいな、うん、そうそうそう。で、そう でもう一人がトランペットのマサゴさんね。マサゴさん、はい、マサゴさんは一番、お世話になり始めたのは一番最近ですよね。そうだね、本当に最近。夏？いや、6月ぐらいか。そうだね、あの、うん、テンズぐらいだよね。そう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 、が初めましてで、そこから割とお世話になっているトランペットの方なんですけど、マサゴさんも素晴らしいトランペッターですよね。ね、マサゴさんはもうなんかこう、これなんか情報難しいけど、まあありとあらゆる割と J-POP 現場にいらっしゃる人。そう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 、すごいね、あの言っていいんだよね、もう言っていいんだよね。わかんないけどね。だけ結構あの事務所によって、ね、ツイッターで言ってるもんね。でもああまあ大丈夫だね。その最近だとあの岡村ちゃんのトランペットやってたよね、うん、やってるね、今ツアー中だね。ツアー中だよね。そうそう、だからかなり売れっ子のトランペッターでございますよ、ね、そう、よくぞやってくれましたね、本当に。なんかマサゴさんは今回ね、面白いのが、うん、ウォンク そのツアーとかの工程が全部自分のオフに、はい、入ってくるらしくてそう、だからオフが、ウォンクをやればやるほどオフがなくなるっていうけど、なんかそういう運命を感じるよね。やっぱ空いてる、空いてる、ね、そこ空いてんだみたいな。確かに、あんな忙しいのにね。そう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 。いや、マサゴさんもね、すごい衣装でしたね。そうですね、マサゴさんはでももう見た時から、うん、もうマサゴさんもう最初に見た時から、うん、この人にはスカート履かせようって決めてたんで僕はあんな顔はどちらかというと鈴木福君になのにいやでもそう、あの、いや絶対似合うと思って、あ、そう着せたんですね。そう、スカート履いてましたね。そうそうそう、スカートにレギンスみたいな感じでしたね。そう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 、いやあれで大変だった。あのあれレディースのスカートだったね、本当に。本当はね。そうで、もう腹がきつくてそう、あの事前にそのサイズ感とか聞いてたんだけど、うん、どうしてもね分かんなかったね、この、うん、意外とそのSML じゃ測れない腹回りあるじゃん失礼か、失礼です、ね、これは。いやいやいや、だけど、まあ、まあそうよね、その、うん、中間だとね難しいよね。そう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 、うん、そう。いやでも苦しい苦しいって言って、苦しい腹が痛い苦しい腹が痛いってずっと本番中隣で言ってて、である時ゴムを切ってそうだね、切っていいですよって言って、ね、そうそうそう、切っていただいて、それでツアーを最後まで やりきっていただいたと。大変感謝しております。スカート履いていただいて、ね、まあ、だからそんな個性豊かなね。そうだね、そう、4人と。マサゴさんのスカートトラブルの話はしない方がいいか。ああ、まあそれはしない方がいいかもね、はい、まあ、うん、もう一件別のスカートにまつわる面白い話あったんですけどまあそれはちょっと置いときまして、置いときましょう。というようなメンバーで、ツアー回りまして、東京スポートにあの流した、ロケの音声が東京公演、はいはい、東京公演、もうまさにツアー初日って感じで、みんななんかちょっと緊張感のある感じでしたよね、はい、あの日はそう初日だからとか言って言ってたけど、結構盛大に打ち上げをそうだねして、なんかわざわざなんかイベンターさんかなんかわかんないけど、林くんなのか、あのカフェ的なところでさ、あの、うんうんうん、飲み放題付きのなんかこうパーティーみたいなの開いてくれて、そうそうだったんだけど、いかんせん差し入れっていうか、 なんていうの、あのなんていうんだろう、粗品じゃなくて、 なんていうの、差し入れでいいのかそう、粗品粗品粗品
差し入れ人からもらったものそっていう。そうそう、差し入れ、差し入れが差し入れね、そうがね、お酒ばっかだったんだよね。そうだね、そう、もうすごい、あのワインとかリキュールとかシャンパンとかね、うん、いろんなお酒があったね。そうで、なんかだからそれがさ、その飲み放題のバー館よりも近くに置いてあるもんだから、一回もビール飲まなかったもんね、あの、そうだね、会場で、あの飲み放題取ったのにもう差し入れだけで終わるっていう、ね、誰も飲んでなかった、飲み放題してなかった。そうそう、であとね、あの日のね打ち上げで俺は感動したのはね、シャインマスカットのうまさ。ああ、シャインマスカットね、あったわ、あれうまかった、あれうまかったね。そう、あれもね差し入れでいただいたんだよね。めちゃくちゃ高そうだったけど ね、あれいくらなんだろう、あれ箱詰めされてるブドウってなかなか見ないもんね。そうそうそう、あ、ちょっと話飛んじゃうんだけどさ、うん、あの最近、うん、ライブした、あれは福岡ミュージックシティ天神かな、ほうほう、ちょっともうちょっとガッと話飛んじゃうんだけど、うん、あの時にそのちょうど世界で一番高いブドウって 何円だと思うって話したのよ、いやもうあの時のシャインマスカットめちゃくちゃ分かったよねっつって、うん、もうあれ一房1万とかしてもおかしくないみたいな、うん、めっちゃ高いじゃん、高い高い、実際高いもんね、実際あれめっちゃ高いじゃん、うん、だけど調べたら数百万単位だった、一房やばやばいよね。それ何、日本のじゃないでしょ、じゃないと思う、あ、いや日本ブドウは日本のだったかな。すごいね。そうそう、それでちょっと世の中計り知れなすぎると思って、ブドウだもんね。そうそう、まあ、ちょっと脱線しましたね。いやいやいや、はい、そうでね、あのね、俺このさっきのロケさ後半もあるんだけどさ、それってどのタイミングで聞けばいいと思う。今かな、今かな、東京、じゃあそう、東京公演冒頭に流したのあって、やって打ち上げして、その時打ち上げ、いや打ち上げ前っていうか本当に舞台から終わって、うん、あの楽屋に戻ってきて、お疲れってなってちょっと着替えるかどうするかぐらいの時、うん、おお、じゃあもう終わりたてほやほやの音声を取ったわけ。そう、なるほど、そうなんです。では終わりたてほやほやの音声を聞いてみましょうか。はい、聞いてみます。はい、さあということで、ただいまワンマンが終わりましたよ、井上さん。はい、終わりましたね。いや、どうでした？なんかそのツアーの最初、もう1回目初めてのセットにしては、うん、最善を尽くしたと思う。ああ、そんな感じしたよね。ねえ、したね。初めてのセットで、初めてのメンバーで、うん、初めてのライブということで言えば、ベストだったと思います。あ、ベストな初日。はい。はい。ということで、これから各地に旅立ちます。はい。あの、行く前にコメントをもらえてない新田くんに今から突撃に しに行きます。はい。行ってこい。さあ、ということで本日は、ウォンクのワンマン会場からお送りしてきたナードトーク。最後はウォンクのリーダー、新田ひかるさんに締めていただきたいと思います。さあ、今日どうでした？急ですね。なんすかこれ、ナードトークなんですか？ナードトークのロケです。あ、ロケか。なんすか？いや、今日終わって初日としてどうですか？まあ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 良かったんじゃないですか。良かったですか？まあ、もうちょっとここからね、さらにまとまっていくといいなとは思いますけどね。全国の皆さんにメッセージを。これいつ放送ですか？わかりません。もう終わってるって可能性あるんでしょ、あってこれ下手したら。ある。本当にありがとうございました。本当ツアー来ていただいた方もね。終わってる前提だ。、うん、まあ、もし終わってなかったらね、はい、あのその地方の方の、ね、楽しみに待っていただけると本当にありがたいです。はい、ありがとうございました。本当に、はい、ありがとうございました。という感じのなんかやりきった感のある音声だったんじゃないかなと思うんですけれども ね、結局新田がさ、これいつ放送ですかとか言ってたんだけど、うん、結局終わってからしか流せなかったっていう。そうですね。まあこんな感じで東京公演
結構ピースフルにね。そうだね。なんかとでも演奏中の記憶ないわ。あれあのさ、あ違うか、大事件が起きたのは大事件は違う、仙台か、それは別。あのそういや東京公演はね大事故なかったのよ。なかったね。そう大事故なくて普通にいい感じに演奏して、うん、よし決めたって感じだったかな。だったかな。いやそういうライブほど覚えてないじゃん。まあまあまあ、なんかやべえこれはやべえってなった時にさ、うん、そうだね、何後世に残るライブになるわけで。だから東京公演は本当にねよくやったっていうライブだったと思う ね、 うん、でしたね。で次どこ行ったんですか。次は、あれどっちだっけ、福岡、ね、仙台、福岡じゃないかな、福岡だ、福岡に行きましたよ。福岡に行ったのは何日だ、一体何日なんだろう。もうね、あこれだ、翌週ですね、8月14日に福岡に行きました。この時は何が大変だったかって、あの台風。そうだよ台風だよ、直撃だった時ね。直撃でしたね台風ね。なんか本当やるのかやらないのかみたいなのね。そうあの前日まで話し合って、ね、そうライブの MC でも言ったけど、本当に前日の深夜、うん、もう次の日になってもうね、なんか明日やるべきかや中止にすべきかみたいな議論が巻き起こってて、うんうん、まあでもそれはね大切なことですからね。まあね、で結局なんかそこまで福岡のその僕らがライブしてる時は大丈夫だったのかな。そうそうそう、蓋を開けてみたらその寝てる時に過ぎていって、うん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 、って感じだったよね。そうだね、そう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 、だからそう僕らもなんだろう、リハの合間に飯とか食いに行った時とかに、うん、そうなんかやべえ感じでもなくて、うん、そうそうそう福岡ね。そうあだからもうこれもちょっと話飛んじゃうけどさ、うん、今週末もやばいんでしょ。いややばいよ台風、今週末すごいらしいよ。なんかその福岡の時もさ、うん、もう今年最大みたいな感じだったじゃん、うん、でさその後もさもう一回来なかった。なんかだからそれがあの結構大変なあの千葉とかが大変だった。そうだよね、やつでしょ。でまた来るわけ。そうでしかも最近なんかやっぱりさなんか進路がおかしいんだよね。なんかそうですね、なんか、うん、やっぱり地球環境の変化を感じる。そうまだ30年ぐらいしか生きてないけど30年の間のいやいやでもかなり地球環境の変化を感じる感じる感じるビシビシと感じるわ。そうかそう、いやでなんか本当なんかあやたけがさっきメールで言ってたじゃん、うん、なんだっけ、バスタブに水を溜めといた方がいいって。なんで？わかんない。あ、断水するからってこと？断水するかもしれないからってことでしょ。そうだね。なんかさ、みんなでっかい充電器、蓄電器、はいはい、買ってる人いるわ。あ、本当？なんか停電した時のためにとか。で確かにね、停電千葉の方は大変な思いしたと思うんですけど、してるしたと思うんですけど。停電したら何しようかなって感じするよね。もう井上さんはミックスもできないし、ゲームもできないよ、うん、仕事も余暇もできない。もう何もできないじゃん。じゃあ何すればいいのさ。ねえ、青空の元に出てくるしかない。ちょっと青空、そうね、青空の元に出てゴロゴロ芝生の上で意外といいかもしれない、うん、いいな。そうそう、だからね、いや本当今週末てか今週末もライブあるからね僕らも、ね、そうなんですよ。だから、13は、ウォンクでね、そうフィナムとビームスのライブがありますし、14もね僕と安藤くんはウォンクではなくてキャンディータウンのイオ君、ね、のイオ君のバックバンドでね、ソウルキャンプ、ソウルキャンプに出るから、うん、いやどうなるんでしょうね。本当に今回のはなんかボジョレーヌーボー的には、うん、ここ数年で最強ってことなんでしょ、うん、そういやだからまあでも14日は大丈夫だと思うんだけど、うん、まあ13よね、ね、まあ、時間によって、そうそうそう、まあだから俺らが出演する時間には通り過ぎてるかもしれないけど、イベントとしてはさ1日あるわけ、ね、仕込みから、だからそこの時点でなくなっちゃう可能性もあるし、うん、まあそこはもう祈るしかないって感じだよね。そうですね、うん、
ね、皆さんも、まあ、でも安全第一で、ね、3連休無理せず、そうですね、ね、あの中洲でバーベキューとかしないようにしないでしょ、まあ、そうそう、でそんな台風の福岡があって、だから、ね、台風の福岡の日は何食ったんだっけ、なんか食べたっけみんなで、ね、ちょっと待って、そのライブやってもつ鍋食べなかったんだよ。もつ鍋食べなくて、俺東京帰ってきてからもつ鍋食ったから思い出した。何、あのライブ、そのお客さんを早く返さないと帰れなくなっちゃうかもって言って、はいはいはい、かなり巻きでこういろいろ終わる、あのサイン会とかも巻いて巻いて、うんうん、で終わった後に、みんなで入れるような居酒屋行ったんですよ、うん、でそこで散々飲み食いした後、ああ行ったね、はいはいはい、した後に、ラーメン食いに行ったの。ラーメン食いに行ったわ。でその後ラーメン屋行ったの。あの何を言ってるか分かんねえと思うが、うん、これが真実なんですよ。そう、居酒屋でたらふくもうなんか好きなものは全部頼もうぜぐらいの勢いで食って、 その後ラーメンを食べに行って、その後ラーメンを食べに行ったんだよね。そうなんです。あのもう一回言うと、居酒屋でたらふく食ってラーメンを食いに行った後ラーメン屋に行ったんですね。そうで、そのラーメン屋で飲み食いして、そう、そこの3軒目は正確に言うと、まあラーメン屋さん兼ラーメン居酒屋みたいなね、そう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 、結構お気に入りのとこがあって、そうで、あれで、それこそさっき言ったあの引きこもりメタラーの和也は両方ともラーメン食ったね。そうだね、すごいよね。いや、すごい、あれはパーティーしてたわ、うん、パーティーしてた。和也くんの口、最近の口癖がパーティーしようぜなんだけどパーティーしたことないっていうねパーティーする前にいなくなるから寝ちゃうんだもんいつもライブ終わってたらパーティーパーティーしようぜとか言って先に寝るんだよね。そう、打ち上げの会場に頭からいないもんね、いつも。そうそうそう、寝てから来るからだけど早く帰るからね。そうそう、パーティーしたことないんだよね。そう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 、そうそう、だからなんだっけな、ラーメン、そうで帰りのさ、うん、飛行機乗る前もラーメン食ったよね。いや俺は食ってないね。あ、食ってないのか。あのそう、みんなはあのラーメン滑走路でラーメン食ってたでしょ。食った。いや、よく食うなと思って。カズヤも食ってた。意味わかんないでしょカズヤくんに関しては本当に意味わかんないでしょ。1泊2日3ラーメンだからね。それは意味わかんない。もっと食うものあるから福岡そうね、そう、まあだからもう、でもやっぱりあの綾竹のラーメン行くっしょ。ラーメン行きますよね。食ハラね。食ハラ。さっき、それこそさっき冒頭の時にも言ってたけどね、綾竹は食ハラがすごいんですよ。でツアーの、でなんかそのまあこれは聞いてる人は知らないと思うんだけど、こう福岡にね、こう綾竹のマイメンの超ハラってやつ、超ハラね、出た。あれもね、なかなかね、え、メルローラーメン食うっしょーとかね、ずーっと煽ってくるんだよねいや、そう、なんかそういう土地柄なのか福岡食べさせたがりみたいな。そうね、まあでも福岡誇っていい食文化がございますからね。まあそうだね、それをね、美味しいものいっぱいあるからね、ぐいぐい押してくるということなんですかね。いやー、で、あー、だ、あれ俺だってその後さ、うん、ワインバーも行ったんだよね。あ、そうなの、うん、え、俺帰ったよね。帰ったね。俺とケンとその長原っていうのと、うんうん、その辺で行ったのよ。あ、例のあそこですね。そうそう、この間行ったところ、はい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 、うん、そうで、ワイン、はいはい、飲みまくって、でこれ面白い話あって一個、うん、でも結構朝方まで飲んでたのね、うん、まあ、3時4時ぐらい、うんうん、でもうケントが限界だわっつって、うん、あ、違うわ、それってごめん、ツアーの話じゃなかった、ごめん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 、ちょっと前後しちゃったわ。それミュージックシティか。いや、それね、福銀で行った時だ。ああ、別件だ。そう。じゃちょっと福岡行き過ぎだわ。そうなんだよね、うん、福岡の話混同されがち、ね、3、4回行ってるからこの夏に。そうそうそう、じゃあツアーの話だと、ツアーの話を先にしましょう。次行ったの仙台ですよ。仙台は、でも仙台の事件は、うん、なんだ、福事件かな。いや、てかね、まず、うん、いつもこう音区は、まあ、飛行機とかじゃない時はグランドキャビンっていうさ、うん、そうそうそう、10人乗りぐらいの、うん、まあ、ハイエースのでかいやつみたいなね、うん、ロケバスまでは行かないんだけど、うんうんうん、ハイエースのでかいやつみたいなのに機材と人員を乗せて行くじゃないですか、はい、
で仙台はだから車移動だったんだよね。そうですね。でまあだから要するにメンバー4人でしょ、うん、サポート4人でしょ、うん、マネージャーでしょ、うん、PA でしょ、うん、ってなって10人なわけよ、うん、そうすると10人乗りの車に10人乗って、うん、荷物もあんだけ乗せなきゃいけないと、うん、そうだ、それはもう絶対嫌だって新たが言うから、うん、俺車出したの。そうだそうだなぜか、まあでもなぜかじゃないな、サポートメンバーだもんな。そういうサポートそういうサポートなのかな。やっぱり そこもあってのサポートですよね。そうそう、ありがたいありがたい。それでだからであなたはあれじゃあ寝てねえわとか言って後ろでずっと寝てたじゃないか。俺の車の、そうだそうだそうだ、綾竹と仲良くそうグースかしてたわ、傾き合って寝てた。いやあれもね、集合が早すぎたのがね、早かったね。そうだから前日飲んでて、うん、でも飲むってまあ3時ぐらいまで飲むのはまああるじゃん。あるね、まああるでしょ、うん、で帰って寝て、うん、まあ例えば9時起きだったら全然余裕じゃん、うんうん、まあ熱中とかもそんな感じだもんね。だけどもう次の日5時起きみたいな、うん、6時集合みたいな、はい、そんな感じだったじゃん。そうだね、だもう3時まで飲んで家帰って3時半だと、うん、寝たらもうこんな酔っ払って寝たら終わるなっつって、うん、もうゲームしてそっからゲームして徹夜でで行って安藤くんのサポートを受けながらぐっすり寝ると、ね、もう早速ね、耳にイヤホンして目にホットアイマスクみたいなのしてね、全ての感覚を遮断して爆睡してたもんね。いやあれはね、寝ないとやってられなかったね。であれだったね、入り時間にそれでもそんだけ早く集合しても入り時間に間に合うかっていう感じだったんだけど、そうそうそう、やっぱりこの俺が運転してる方の車は食大臣の綾竹さんが乗ってらっしゃったんで、そうだ、絶対にこちらの車は巻きに巻いて U ターンを食べるぞと言ってそうそうそう、休憩を減らしてでもサービスエリア休憩を減らしてでも早くその機材車っていうか他のみんなが乗ってるバンよりも先に着いて U ターンを食べるんだっていう、そうだ、確固たる信念にね基づいて頑張っていきましたね。そう、あれもまあ食腹だけどそれで行っても食べましょうっつって牛タン食って、食った時にちょうど食い終わってみんなが他のみんながちょうど到着するっていう神、ねうん、スケジュールだった、ね、そう、あれはねラッキーだったね。でその仙台をライブを終えて、うん、待って待って、やらかしライブはどこだったっけ。仙台でしょ。そうだよ、あの仙台は翔さんがいなかったんだよね。そうそうそう、仙台はギター一人掛けでその和也くんだけでやってたんですよ、うん、でもだから翔さんが弾いてたソロとかも和也くんに全部回ってきて、うんうん、だからそのロックンロールだけじゃないこともやらなきゃいけなくなったと、ね、でもね和也くんはやっぱりなんだろう、キャラがあるとはいえ、うん、プロのギタリストだから、うん、できるのよ。できるね。できるよね、うん、そうそう、ジャズっぽいのもできるし、そう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 、ロックっぽいのもできるし、でもうあのプロミスっていう僕らの曲があるんですけど、うん、プロミスのその感想ソロをやるって、はいはい、和也君のキャラじゃないけど、あ、俺がフルートで吹いてるところだね。そう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 、あの音源だと、うん、キャラじゃないけど翔さんがやってたところだから、うん、まあ、和也君がギターでやると、うん、でもすごい練習してきてくれて、そうだね、もう翔さんのリックまでね、うん、コピーして、うん、こういう風にやったらこの曲の感じを損なわないみたいな多分気にしてくれたんだろうけど、うん、準備万端とリハも、はい、じゃあこれでいきましょうと、うん、なったよね。なった。本番を迎えて俺その本番がそのソロの始まりソロの始まり、うん、なんかその直前にそのライブの直前に綾竹がね、はいはい、うん、あのプロミスの途中のソロの最初のコードって何でしたっけって綾竹がと話になって、はいはい、あそこはこうだよみたいな、うん、分かりましたそうですよねみたいな、うん、よしって本番臨んで、うん、本番もうその最初の1コード目パンって出して、うん、あもうぴったりだったんですよ綾竹と息が。僕はで綾竹とこうステージ上で見合って、うん、よし合ってるって、うん、この感じでいこう、うん、もうお互い熱く見つめ合った次の瞬間、うん、次のコードで綾竹がピクリッとも指を動かさなくなってもう綾竹がなんか空を見つめて動かなくなってで
次に弾いたコードが意味わかんないコードで全然合ってなくて。そうなのよね。そうで、あれだけたまにあるんだよね、そういうの。バグが起きる、発生するとき、ね、でも、全然違うコードを空を見つめて弾き続けるから、これはやばすぎるってなって、本番だよ、これ。本番で、うん、で、和也くんの方見たら、めっちゃ困ってた。せっかく練習してきたソロなのに、俺全然合ってないのかなみたいな不安な顔してこっち見てきて、俺とか言ってずっと言ってて、いや違う和也君じゃなくて、あれだけ間違ってんだけど、でもお客さんからするとさ、まあね、作曲してるのはそう音楽だからね。そうお客さんからするとさ、その誰が間違ってるとか分かんないじゃん、うん、あやたけが一人合ってるのか、うん、それとも俺と和也くんが合ってるのかとか分かんないから、うん、それもあるし、和也くんがちょっと初めての、ちょっとキョドっちゃったからね、そう初めてのソロということもあり、うん、その俺が間違ってるのかなってめっちゃキョドりすぎて、あやたけは空を見つめてたから、そうあやたけは堂々と空を見つめながら間違えたことを言ってていやあれはねベストモーメントだったと思うね。いやもうツアー中だ、あれからさ、なんかプロミスってすごい緊張感ある曲になっちゃって、いやもうイントロで緊張感ビシビシ入る曲になったもんね。だっていやあれは事件だったね。いや事件も事件ですよね、あれは、で、あとね、仙台はね、あとね、俺的に個人的に一番の事件は仙台にあって、おちょうどね、その仙台から帰ったらみんなそのままもう発売されてるあのオーリーのさ、はいはいはい、写真を撮るって言って、はいはい、で私物撮影だからみたいなで、服をどういうの持ってきたとかでみんなでやってたじゃん、ね、で、なんかケンティの私服もうちょっとなんか、もうちょっとなんかいいのあるんじゃない、うん、仙台で買いましょうよみたいな、そうそうそう、まあなんかちょっとそのケント長塚をはめるみたいな流れになって、そうそうそう、でなんかセレクトショップがあるぞってなって行ったんだよね、みんなで。そうそう、あの仙台にはすごい有名なね、あのそのマルジェラを日本でもう早い段階、一番最初なのかなからこう取り扱っている超有名なセレクトショップがありまして、でそこに俺が行きたいってずっと思ってて、ほうほうほう、で車の中でもここ行きたいねっていう話をあやたけとかにしといて、うん、でいざ蓋を開けてみたらケント長塚に買わせようと思って、うん、で行こうって言ってみんなで行ったわけですよ。そう行ったね、本番前に一回見に行って、そう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 、で長塚さんこんなのいいんじゃないですかみたいなことをいろいろこれ買いましょうよみたいなのやって、ね、だからその時は俺ウォンク4人と俺と和也とで行ったのか。そうで、なんだかんだ蓋を開けてみたら俺が服を買ってそうできたっていうあのケント長塚はね、なんかかたくなに買わなかったよ ね、その時買わなかったね。いやもうかたくなに買わないから反応がつまんないからもういいやと思って、うん、で安藤くんがなんか手に取ってるもの、うん、商品があったから、うん、そっちの方行って、うん、買えばそっからもう安藤くんを標的に、なんで買わないのみたいなで、これ買ってもウォンクの仕事でいずれはチャラになるよとか言ってチャラじゃないんだよな。そうそうそう、なんだけどでなんか試着だけしてみればいいじゃないですかとか、そういう感じになり、どんどん乗せられ買っちゃったね。買いました ね、ここ一番の買い物だったじゃないですか。いや結構高かったねそうまあそういうこともあり、そうだね。仙台って夜はどうしたんだっけ。仙台はね、いや何したっけ。あ、分かった、沖縄だ。沖縄沖縄沖縄、あの沖縄風の、あ、死んでたじゃん、らららら自分記憶ないんだ。そうだ、俺はもうね、その時さっき話したようにもう徹夜で来てるから、うん、徹夜でやってプロミスで出し切って、そう、もう俺は何もしてないから合ってたからね俺はそうだけど、そうだからもう夜は眠くて珍しく、ね、会場で寝てたんだよね半分、うん、そうだそうだ、そうそうそう、でなんかだからイリちゃんも一緒だったからね、そうで、なんだっけ、なんか飲んでたよねずっと。鎮座のね、あ、鎮座のか、陽明酒ですよ。あ、はい、イタリアの陽明酒系のやつね。そうそうそう、で
あれ終わった後に新田とイリちゃんともう一軒飲みに行ったの、うん、俺はなんかちょっといい感じのバーみたいなとこ行って、うんうんうん、そうそうで、まあ、終わり帰ったというのが仙台公演でしょ、うんうんうん、でそうするとそっからめちゃくちゃ時間が空いたんだよねツアーとしてはね、うんうん、9月になって大阪北海道、まあ北海道札幌がラストなんだけど、そうだね、そう大阪札幌が 2days で会ったわけですよ。で大阪はだから 2days ということもあり夜はさっぱりしてたよね。そうだね、まあ行きつけ行きつけのところをしょしょっと行って でとはいえまあ飲んだけどな、まあ飲んだね、そうそう行きつけのところがあるがゆえに、うん、の飲みすぎたかもしれんけど、だしあの1軒目のさ、これ俺なんかインスタとかにあげたっけな、なんかあのスフィアの似顔絵描いてくれてた貸し切本日貸し切りっつって、うんうんうん、スフィアのあの文句の横顔が描いてくれてて、うんうんうん、ね、あそこの中華居酒屋みたいな、ね、そうそう美味しかったですよ、美味しかった、何食べても美味しかったね、全部美味しかったし、紹興酒飲みすぎた、めっちゃ飲んでたわ俺、うん、紹興酒ずっと飲んでた、紹興酒の瓶3本開けたもんねそうだ、でもそれのそのせいで隣でそれを食らったパーティー野郎がすぐ帰っちゃったの、そうそう和也くんに紹興酒を与えすぎてパーティーしようぜっていうものの数時間で返してしまったなんか助けを求めるようになんか全員座ってんのにさ、この字のなんかカウンターみたいなところにね、はい、みんな座ってんのになんか和也がいつからかなんかふわーってこっちの方に歩き始めてきてなんかずっとその入り口ら辺をうろうろしてんのよ多分それはねもう紹興酒飲みたくないから、ね、多分ね缶のとこから逃げてきたの、そうそうで正子さんもね意外とねお酒好きなんだけど弱いのよ、うんうんうん、正子さんは結構あの正子さんそれこそさっきの福岡の、うん、居酒屋ラーメンの最後のラーメンのところではもう寝てたからね、真っ赤で寝てたぐらいだから、そうだ、ね、そうで正子さんと和也が結託して数時間で帰ったね、そうだね大阪は、まあでもそれはでも次の日がその直、ね、大阪から直で北海道に行かなきゃいけなくて、うん、割とハードなスケジュールだったから、そうだね、まあしょうがないですよね、うん、それはそうそうそう、まあだけどまあ結果的にまあ僕らは結構飲んだと、そう飲んで、で大阪はね大阪のライブはでもいつも楽しい着付けもあるし、ね、そうだね、そうそう、それでふわっと行って大阪を立ち北海道に行き、はい、北海道は、うん、タイハーラーだ、タイハーラー事件だ、食の話になっちゃうね、うん、ライブはライブね、ライブはラストのラストっていうこともあって気合い入ったかもね、うん、そう結構なんかてか大阪北海道は、うん、その前回だから何仙台公演から2週間ちょいぐらい空いてたでしょ、うんうん、だから逆になんかみんなちょっと緊張感が取り戻されていて、うん、そうだね、そうそうそう、プロミスもねいやその仙台のプロミス事件があってからはね、もうプロミスみんなすごい集中してやってるもん ねそうあやたけがすごいその感想の前にすごいみんなの方一回見るもんね、そうそうそうまあそうね、ちゃんとコードはこれですよね、うん、そうですこれですよねっていう時点でねこれですってお前もやれよっていう今そういう確認のアイコンタクトが毎回入りますけど、そうだから大阪北海道はねなんかいいライブをまたできたなっていう、うん、またできたね、また仕切り直して全然空気感違う、うん、いい演奏だったですよ、で、うん、夜はそれがさ夜もあのウォンク関連の食大臣はあやたけなんだけど、うんまあ、食原大臣はあやたけなんだけど、翔、うん、さんも食いしん坊じゃん、翔さんね、しかも結構ね意志のある食いしん坊だから ね、 そうだね、うまいものをたらふく食べたいっていう食いしん坊じゃん、うん、だから北海道行く前からそのジンギスカンが美味しい店があると翔、うん、さん発信 で、 そうで、じゃあそこ予約しましょうっつって予約して、うん、たんですよね、そうそう、いやもうねすごかった、だってそれこそ多分みんなに提案するよりも前から俺はだから翔さんよく会うからさ、うん、いやさこういうとこがあってさいや絶対こう、いや俺はね北海道でここしか行かないんだよねとか言ってずーっと聞かされて、うそうでなんかそうタイハーラーって
いや絶対ここがいい、ここがいいっつって、でね、ついてからもう、あー大原食べたいなーうーんみたいなさ、謎のこうサブリミナルをこうガンガン入れてくるガンガン入れてくるよね。もう随所で言ってたもんね、大原でもそしたらあやたけもこうして大原っていうような食いしん坊食いしん坊の波紋がポンポンポンって広がってきてねえ、で行って、でもうまかったな。いやうまかった、めちゃくちゃうまかった、うまかったねー、すげえうまい。あそこはね、何回何点か行ってるけどね、そのいろんなジンギスカンね、ジンギスカン入ってるけどね、美味しかったね。タイハーラーまた美味しかった。タイハーラーはやっぱな、何、肉自体がかなりさっぱりしてて、それが良かったですよね。そうだね、サクサク食べれるし、メニューもなんかいろいろあって、そう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 、バリエーションもあったし、ね、楽しかったよね。楽しかった、美味しかった、ね、でそれが終わってから、まあすすきののそのバーに、ね、そうそうそう、行ったんだよね。前もなんか話したよね、話したっけ、ラジオで話したのかな、なんかで話したんだけど、うん、なんだっけ、それこそ最初に来た時だっけ、北海道に、うん、そう、そう、北海道、札幌でウォンク初めてやった時に、夜になんか、で、そうだから、何回か言ってるけど、俺とかカンちゃんはソウルバーとかそういうの探すのが結構好きで、うんうんうん、そうだね。でその時はなんかジャズバーとかないかなみたいな、まあ、札幌ってやっぱりね、石岡旬を生んだ土地でもあってジャズが盛んだから、ジャズの店とかいい感じのとこないかなっつって探して、行きたいところが何それ、情報サイトに載ってるようなところが、うん、なんか軒並み休みで、たまたまその日、うんうんうん、でなんかあんまりいいとこねえなーとか言って、でしたら全然情報ないけど、なんかそんなにああいうもうちょっとローカルなサイト、うん、情報サイトみたいなので、その住所と名前だけ載ってて全然中見えないけど、中の写真とか載ってないけど、ジャズバーって書いてあるから行ってみるっつって行ったらいいとこだったっていう ね、うん、そこに、まあ、場所は移転しちゃったけど、うん、全員で行ってカウンターを占拠して、占拠してしたら、なんかそのお店も21周年かなんかあったよね。そう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 、でそこでね、まあたらふくという感じではなかったけど、まあしっぽりしっぽり飲んで、うん、あれその後どうしたんだ、帰った、みんな帰ったんじゃないか、帰った、いやラーメン行ったわ、あラーメン行ったわ頭おかしいでしょそうだそうだ、ラーメン行った、だからジンギスカン腹膨れるまで食って、でバー行ってしっぽり飲み、落ち着けてからラーメン食ったんだ、ね、頭おかしいわ。あそこなんかニンニクすごかったとこだよね。そう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 、うん、でも美味しかったけどね、美味しかった、がっつり、うん、がっつり系味噌、いやすごいよね。でもさ、味噌ラーメンって締めに食えんだってなったね。いやあれなんか意味わかんなかったけどな、まあねいやーまあラーメンだねやっぱりね。そうね、いやすごい、なんか多分ね体重増えてると思う。いや増えたね、俺その前回の放送で、うん、あのアスケンっていうアプリつけてる。ああ言ってたね。その体重をっていうかその栄養価を管理するアプリを使ってるって言ったんだけど、うんうん、もうツアー中はしてなかったね。あ、してなかった。いやツアー行った日はしてなくて、うん、というの もう何どこで何食ったかとか、これが何なのかとか、やってる暇ないぐらい食うじゃん。まあそうね。でそのツアーでアスケンで培ったものが戻った一気に。そう。なるほどね。いやだからね、確実にちょっとここから秋に向けてちょっとシェイプアップしていかないと、はい、そうですね、また制作期間は痩せるからそうね、そうそう、でもあれなんじゃないの、こうなんかさ、それこそ夜な夜なミックスとかやってる時ってさ、なんかポリポリ食べたくなったりしないの。いや俺曲集中してる時はね、うん、食べないね。でもガムだね俺。あなんかそのボトルガムを、ブラックのボトルガムを1日半分ぐらい消費するね。あーわかる、もう噛んでは捨て、うん、噛んでは捨てをずっと繰り返してる。あ俺はね、あのね、どんどん追加していってね、口の中にすごいボールが出来上がるボールを作るタイプね、うん、そう、あの噛み応えがどんどん強く、うん、その依存していってしまって、うん、そう、もう気づくとこうもうおーおーって なっちゃうぐらいのね俺はあの周りのその遠いのスカッとする感覚、うんうん、を当てにしてるから。あなるほど、もう、うん、あの周りが溶けちゃったらそうそう、あんまり味が下手ってきたらもうすぐ捨ててなるほど、新しいのバリバリってやっちゃう。あなるほどなるほど、そうそう、そ周りだけ舐めて取るとかやったことある。やんない何それ、そういう方法あんの。いや俺ね、一回じゃないか、時々やんだよ、あの飴みたいに
舐めるんだ。飴みたいにしてるとそのあのね周りのだから味成分が先になくなっちゃう。そうするともう何の意味もない何の意味もない謎のぬたっとしたものだけがそうそうそう、それだけが残る残るっていう、ね、何のためのまあだからツアーは全然今のこれね音楽的な中身のない話だったけど、はい、まあそんな感じよね。そうでも音楽はもう聞いて、うん、来て聞いてくれた人たちのものだからね、ものですから、うん、もう心の中にあるものですから ね、それはしょうがないですよ。それに付随するこういう話をするしかない、ね、まあでも今回はねあのアンコールもなしっていう結構思い切った、ね、感じだったよね。でもそれはね、まあ、ツアーでも話した通り いろいろ考えた末のアンコールなしということをやってて、でもそれは俺は良かったなと思ってるね今良、うん、かったと思った、うんうん、やっぱりちゃんとするもんね、なんかその一個の物語としてね。さあということでツアー話が一段落したところでちょっとコメントとか見てみますか。そうですね、じゃあまずはちょっとこの YouTube ライブの、はいはい、みんながこう今書いてきてくれてるやつ、うん、初リアルタイム楽しみにしてましたとかね、うん、ありがとうございます。あとは長塚さん、はい、長塚さん、これ冒頭のとこですね、うん、あとは、あ、ムーンダンスツアーの各会場の印象が聞きたいです。まあ今言った感じなんですけど、うん、でもお客さんの違いもあるんだよねこれが。そうだね、その反応の違い、どれもどこもねいいお客さんで、うん、ボンクは本当に恵まれてるバンドで、なんだろう、お客さんの治安もよし、うん、なんだろう、その反応もよし、うん、みんななんかオープンなマインドですよね。そうだね、その新しいものが来てもちゃんと受け入れてくれるみたいな、うん、なんですけど、その場所によってね反応が違うんですよね。なんか大阪で一番思ったのが、うん、大阪のお客さんはやっぱり冒頭からガッと行ったら返してくれる。あ、そう、ね、今回のツアーさ、冒頭はコンセプチュアルで静かに入ったじゃん、うん、結構しっとり系の曲が続くからね最初。そうするとなんかなんだろうな、大阪のお客さんはそのいつものワッと来る感じじゃないんだって言って、うん、極端にいつもとテンションの差はあるよね。あるね、別にそれは悪いことじゃなくて、うん、そういうのとかなんかね、そうそうそう、会場によって全然その性質、お客さんの性質とか文化も違うんですかね、聞き手の文化みたいなの。確かにね、そういうのは感じますけどね。でも結構なんかみんななんていうの、こうおのおののソロとかすごい、うん、わーギャーって盛り上げてくれてね、うんうん、楽しかったよね。楽しかったですね。他にはどうですか。オープニングとエンディングの照明すごかったです。ああ良かったですね。あれはね、だから照明さんっていうのは今回クルーの中にはいなかったから、それぞれの箱の方にね、うん、そのリハーサルの時頼んでビカビカビカってやってバッて消すっていうのを練習して、リハで練習してやってますよ。やってたんですよね。だから本当お世話になりましたってね、各会場の方にね。はい、はい、あとは、あ、これなんだ、にすごいな、皆さんはどこのラーメンがお好みなんでしょう、ラーメンは何味派ですか。あ、安藤くんは何ですか。僕あっさり醤油派です。中華そば派。嘘でしょ。でしかも名古屋なのに、うん、味濃いじゃないの。いや、てかなんかね、あーっとね、これはね難しい話なんですよ。ほう、いや要するにラーメンの種類ってさ、まあ、簡単に言うとさ、その豚骨とかさ、味噌とかあるじゃん、はい、そういうのじゃなくて醤油ベースのものが好きなの。あ、なるほどね。じゃあその台湾ラーメンも醤油ベースだから、はいはい、その濃い薄いとか辛い甘いとかじゃなくて醤油ベースのもの、ね、醤油ベースが好きでしかもそのなんか東京でね、俺がね最近ね悩ましいなと思ってるのが、東京で中華そばっていうと結構煮干し臭いのよ。ああ、そうだね、東京は煮干し文化あるよね。透き通ってないちょっとあの魚粉感ある、うんうんうん、ちょっと濁った茶色いラーメンが中華そばって出てくるんだけど、うん、はいはい、俺の思ってる中華そばはもっとなんかあの学食で出てくるみたいなやつが好きだから。それこそあのこの事務所の近くにあるあそこみたいなやつ、どこじゃ、あの金華ハムから取ってるみたいな。ああ、そう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 、その昔ながらの中華そばみたいな、うん、そういう感じよね、うんうん、そうそう、だから私は醤油派です。うん、井上さんは。僕は、でもなんだろうね、
まあ醤油派かな、そう言われると、うん、でも俺は煮干しラーメン好きなんだよね。あ、そうなんだ、うん、そう、煮干しベース好きですね、ラーメンで言うと。はい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 。え、結構あの何、煮干しやばいみたいなところ、草みたいなのも好き。あ、そうなんだ、うん、すごい、ああいうの苦手なんだよな。まあ魚介ダメだもんね、安藤くん全般。まあ寿司好きだけどね。あ、そうね、魚卵ダメだしね。うん、そうそう、まあそんな感じですわ。はいはい、なるほど。まあそんな感じかな、うんうん、こっちのコメントはまた後でチャットのコメントも読むので、皆さんどしどし書いといてください。はい、他には何か。あとね、エピストロフとしてはちょっと戻るんだけど、うん、7月に、あ、8月、8月よ。あ、でも7月のその、うん、前回のナードトークが終わってから、うん、キキビビのね、ライブがね結構あったんだよね。そうだそうだ、エピストロフのレーベルメイトのキキビビリリーですね。そうそうそう、あの今年ビビッドっていう作品を出し、うちから出して、でワンマンもそこからのライブも割とそのエピストロフ関係のメンバーでバンドやったりとか、うん、まあもちろんメンバーには他のコミュニティからここぞと誘ってきた超絶プレイヤーもいますけどそうそうそう、でだからあれだったのよ、9月にちょうどだからウォンクのツアーとかをやってる間にキビビのリリースパーティーとかがあったんだよね。そう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 、そうそう、でまあでもビビッドのビビッドパーティーってやつは東京と名古屋。そうそう、あ、うん、そう、ビビッドパーティーの東京公演の、うん、あのみんなこう会場にいるじゃない、うん、その外の物販ゾーン、うん、これがね、うん、とても面白い物販ゾーンだったんですよね。あのまず僕と綾武とケントがスタッフで入ってるから、うん、まあ、ウォンクの新田以外がそこにいるわけよね。うん、で、バンド、なんでだっけな、なんでか知らないけど、うん、キングヌーの常田くんと あと新井くん、あ、和樹がね、うん、が、物販にいて、スタッフとしてね、うん、スタッフとしていて、うん、ではその他もろもろそこら辺の仲間たちがわらわら集まってみんなでこう食べてただから何、キビビをみんな見てる間に、うん、トイレとかに出てきた人こっちすげえ見てきてそうだよねと思って、うん、だってライブ見てトイレ行こうと思って外出てきたら常田大輝いんのに、確かに確かにね、すごい光景なのかもしれんよね。でもう終わって終演になって物販始まるっていう時に、うん、いやちょっとキングネメンズはあの隠れろっって、はけた方がいいよっつって、うん、はかして、うん、で僕は物販に引き続きいると。あ、なるほどね。そんな感じの面白い物販でしたよ。そうそう、見に来てくれてたんだよね、そうそうそう、の2人が。そう、あれもね、でもね、いいライブになりました、うん、おかげさまで。なんかなかなかこうで、そう、あれだから俺バンマスだからさ、そうだよね、そう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 、なんかね、自分でまとめてアイディア出していろいろやって面白かった、うん、なかなかそういう経験も最近、まあメルローは当たり前だけど、そうそうそう、あのバックバンドのみんなはその、うん、安藤くんはまあいつもそのウォンクとかで顔なじみだと思うんですけど、エピストロフの聞いてくれてる方々は、うん、他は翔さん、そう、翔さんはギター弾いてます。翔さん、まあ翔さんも皆さんおなじみだと思うんですけど、他のメンバーがね、割となんだエピストロフとしては新しいメンバーだってね。まあそう、まあでも鍵盤の淳くんは、あ、まあ、淳くんはあのメルローのレコーディングはほとんど鍵盤、ね、ピアノをやってもらってるのが淳くんだし、ライブもやってもらってるし、で、あと山本蓮ってベースがね、ね、意外とあのケントとはちょっと前からの友達だけど、まあでもエピストロフ周りではあんまり出てきたことないかもね。レンも一回メルローでやってもらったことあるんだけど、そうそう、でドラムがいぶきっていう、まあモノンクールのサポートとか、まあもうちょっと言うとあの家入レオさんとか、そうね、メジャーどこもね、かなり最近やってる、そうそうそう、ドラムの超いいドラマね、
そう、その辺でそうでもやりまして面白いですよね。なんかそのみんなさ出世してさ、うん、やってんじゃん。でもいぶきくんとかれんくんとかって、うん、俺大学生の頃からまあ一方的だけど知ってるし、うん、なんかまあ近しいシーンでやってるなとは思ってた人だからさ、うん、なんかこうね5、6、7年越しにこうね仕事をうん、の場で交わせるっていうのはなんか感慨深いですよ僕ねえ。そうだね、なんかみんな頑張っている中で時々こう交差するみたいな ねそうそうそう、うんうん、だからいいバンドだった。そうすげえみんなもちろんうまいしいい演奏するし、うん、そういう意味でもねエピストロフでウォンク以外でこうちゃんとレーベルとしてこうみんなと関われてるなっていうのはねなんかいい感じでしたよ、うん、そうだね。名古屋もね、名古屋すごい盛り上がったのよ。さすがピッチオッドの膝元っていうだけあって、ね、もうね、ガヤがすごすぎて、そ仕込みじゃないんだよ。普通にお客さんのガヤがすごすぎて、もうキキビビちゃん本人はもう MC ができなくなってガヤに負けて。キキビビトラップ事件っていうのを僕は聞いたんですけど、ピッチオッドマンションっていうのは、そのまあエピストロフも仲良くしてる、まあ、クルーというか、うん、アーティストのこの、まあ、集団なんですけど、うん、まあ、キキビビリリーは、エピストロフからアルバムも出してるしピッチオッドマンションにも所属しているんですけど、うんうん、あのピッチオッドマンションはヒップホップのアーティストも多くいて、うん、でまあ多くいて、うん、椿もそうだし、そうね、あとは天君とか、ね、ライタメンとかね、そうそうそう、エース君とかいろいろいるんですけど、うん、やっぱキキビビは割と異色なんだよね。そのポップな歌を歌うっていうのは異色で割と他ゴリゴリのヒップホップじゃん、うんうん、はいはいはい、そんな中でねこう囲まれてやるっていうのは面白かったっていう話を聞きました。そうでなんかそのあれだったのよ、なんて言ったら一応さピッチオッドプレゼンツのビビッドパーティー、一応キキビビリリのリリースパーティーなわけ ね、うん、そうだよね、フライヤーとかそういうやつで、はい、でなんだけどまあそのDJ だったりとかそのラッパーたちのライブもこうあると、うんうんうん、で、まあ、これは今時なんで検索してもらったらいいかなって思うんだけど、うん、ピッチョットのラッパー勢がやってる曲で詐欺の先輩っていう SNS っていう曲があるんだけど、はいはいはい、結構あの MC も血生臭いというか、はい、そうちょっとその悪めな、うんうん、そうノワール感ある曲とかが、それまあいかつい今の時代なんでいかつめのトラップとかがあったりするんだけど、それをキキビビちゃんが私のパーティーなんだからトラップ禁止って、そりゃそうよねってなってたんだけど、蓋を開けてみたらゴリッゴリだったキキビビまでのライブはがっつり盛り上がって、そうでなんかもうねエース君とかやばかったからね、もう終演後も、うん、おい物販買わねえなら俺とテキラ飲めよとかってマイクで言っててまあでもいいですね。なんか君もいいよね、そのやからに囲まれてるっていうのはすごいいいですよそうそうそう、あのねギャップもあるけど、うんね、でも本人もねまんざらではないですからね、うん、いいですよ。バランス感覚がいいよね、その、うん、ポップなことを歌えるけどシーンはねがっつりいろんなところに顔を出せるし、うんね、自分が所属しているところもかなりディープなところに言うっていうのはかなりね面白いですよね、うん、そうそうで打ち上げとかもね、打ち上げあの前あの椿ツアーの時に行った時と同じところに行ったんだけど、うんうん、あのそこね、うん、そう美味しいよね、あそこ美味しかった、またしても美味しくて、で次の日に、うん、俺は一回ウォンクのみんなも連れてったことあるんだけど、うん、こうキキビビをあんかけスパに連れてってみた、出たまた食わんも食わんでいいもんを、いやいやいやこれを食べないとっつって、いやいらないんだよなあんかけスパマジででもキキビビで気に入ってくれてたよ、本当に美味しいっつってたよ全然ダメだよあんかけスパ、嘘、一番誇っていい名古屋飯だと思ってるから、意味わかんないでしょあんなに他にもいっぱい美味しいもんあんのにあれ食うのあんの中に胡椒入ってるだけじゃん、まあね、いやでもあれ美味しいんだけどな、おかしいな、あんなのも食わんでいいですよそうウォンクには大不評だったからね、まあまあまあキキビビもそんな感じでありましたね、はい、
そうね、そうそう。あとなんか面白いことあったっけ。ああ忘れちゃいけないの、結構最近だけど、ボーグファッションナイトアウトね、ナイトアウト、うん、エピストロフイベントをね原宿でやりました。そうなんです、あのビームスさんとご一緒させていただいて、そのボーグのファッションナイトアウトっていうその表参道周辺をこう、うん、まあ、ジャックしてファッションイベントをやるみたいな企画の中で、ビームス原宿店さんにを会場にこのエピストロフのメンバーをこう集めて、うん、全員各地から、うん、でも1日エピストロフだけのライブイベントをやるっていうね、うん、やらせていただきましたけども、あれもねかなりいい夜だったね。あれ楽しかったね、最高に楽しかったよ。だってそうエピストロフって東京チームはボンクとメルローと、うん、あとは、まあ、キキビビも、まあ、キキビも最近東京チームですけど、うん、はい、まあ、いるけど、その関西チームもいるし、うん、もっと北もいるし、うん、そうそうそう、いろんな各地にビートメーカーがいたりとかアーティストがいるわけですよね、うん、でそれをこうなかなかね一挙に集結させるイベントっていうのが僕らそのまあ、エピストロフナイトっていうのは、うん、何年か前にやりましたけど、うん、そういうのをねまた今回もできて、みんなとこう一緒に顔合わせて音楽やるっていうのは最高でした ね最高だったね。なんかやっぱりだってもう自分たちが好きな人たちをさ、そうそうそう、誘ってるレーベルなわけだから、 それはもう自分たちの好きな音楽がずっとかかってるっていう感じだもんね。いいに決まってるよね。そう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 、いや楽しかった。関西チームもなかなか会えないからね。そうなんだよね、まあ、行くとね飯食ったりするけど一緒に。そうなかなか、例えばさっきボールヘッドさんがなんかチャットにコメントしてた、うん、最初の方に、あたまたまね、うん、たまたま、いやたまたま、いや PUBG やってんだろうな。いや PUBG、 そうそのちょうどそのファッションナイトアウトの時にボールヘッドさんと、うん、飯食った昼飯食ったんだけど、うん、もう PUBG の話してたもんねずっとあの PC ゲーミング PC を買ったけどマインクラフトしかやってないって話をしてでもっと他のやりましょうよって、そう、うん、これボールヘッドさん聞いてたらちょっと聞いてほしいんですけど、一緒にやりましょうよなんか PC ゲーム、おー、あの最近やりたいのいっぱいあるからなんかやりましょうそうそう、そんな感じですよ。あれはね、あと梅ちゃんの初お披露目だったんですよね。あの梅っていうアーティストが、女性シンガーがいて、うん、実は1曲ねあのリリースしてるんですけど、うん、素晴らしいシンガーなんですよ。ちょっとまだ、ね、詳細は明かしてないので、うんうん、ビームスの時見た方はあれが梅ちゃん、あれが梅ですと、うん、女性シンガーなんですけど、いやすげえライブも良かったね。いやすごい良かった、うん、そうなんでこれからねどんどん新曲出したりとか活躍していくシンガーだと思うので、うん、皆さん要チェックしといてくださいね。はい、その日はね、あとね、あ、翔さん勝敗にやられる事件、翔さん激酔い事件ね、うん、そう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 、あのギターの翔さんがメルローとキキビビとウォンクと3つとも3連チャンで乗ってくれてたんですけど、途中から様子がおかしかったね。そうなんかねニッコニコだったんです。ずっとニッコニコで、なんか今日機嫌いいな翔さんとか、結構さなんていうの、別に怒ってるわけじゃないんだけど、ちょっとこう旗から見るとこうムスッとしたように見える、うんうん、時ねあるじゃん。あるある。だけどなんかその日はさもうニッコニコで本当に、でなんかああいうツイッターとかインスタにさこう動画撮ったの上げてくれる人とかいるじゃん、はいはいはい、そういうのを見てもなんか笑顔だな翔さんと思ってで、あと聞いたらもう、ね、全然覚えてないんだいやでも翔さんそのメルローの時のギターソロすげーやってたけどね、うん、すげーやってたよね、うん、いつもに比べたら、うん、すげーやっててすげーやってんなと思ってたけどね。いやだからそれもなんかやっぱりそのなんか抑制が外れてたんで、そのなんかいつも の, その大人対応なところが外れてたのか、それだからなんかその 9% のだから割とストロングだよねあれね、ストロング系のやつをなぜか翔さんはこれはすごいオーガニックなレモンサワーだと思ってたとか言って全然オーガニック、いやパッケージにやられてるじゃん完全に、うん、いや多分ね氷結しか飲んだことないから、そう
そう、なんか表現じゃないから、これなんかちょっとおしゃれだし、なんかすごいオーガニックなやつなんだと思って、それ 9% のレモンチューハイをガブガブ飲んでたよね。5本ぐらい飲んでニコニコになって何も覚えてないっつそうそう、いやいやいや、まあ、そんなこともあったので ね、いやでもあれはいい日だった、本当にもう最初の最初から、ね、最後のコークの DJ まで。いやでもね、あれもね、裏側を話すと大変だったのですよ。あ、大変だった。大変だったのですよ。まあ、やることは大変だもんね、何かをやるっていうのはね。そう、だからエピストロフで動くってなると、うん、まあその会社とエピストロフっていう会社としては、うん、まあもうそのウォンクのメンバーが役員でいるから、うんうん、そのメンバーが基本こう何事務仕事も含めた企画をやるわけだけど、はい、うんうんうん、もう大変だったねあの回もう本当に。いや最近もそうなんだけどさ、うん、大変なのよ。大変だね、もう人と何かをこうすり合わせていくって大変なことだよね。大変、いや本当にというのも、うん、まあ、あんまりそのここで裏側の苦労話をするのもなんか変な感じになるから詳しくは言わないですけど、だいたいそのエピストロフのまあ大ボスは新たじゃん、うん、新た光るじゃん、ね、新た光るね、そう新た光るじゃん、だから新た光るがこういうのやりたいこういうのやりたいっつって、うん、こうものが増えるわけよ、はいはいはい、やることをね、でもこういうのやりたくないっすか、そうそうそう、ね、パッションで決めてくるから、うん、でこのビームスのやつもその新たがこれやりましょうっつって、うん、いいねうん、でやろうってなったんだけど、なんか知らないけど新たこのビームスのライブ前日までロンドンに行っていや本当に意味わかんないのよタイミングが。確かにね、お前が言い始めたやつやんとで2週間ぐらいロンドンに行ってたのかな、でいなくて。そうだね、いなかったね、キキビビのその東京の時もいなかったもんね。そう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 だそうだそうそうそう、言い出しっぺ国外逃亡、そうそう新田光が国外逃亡して、でもうまだやること山積みで決めること山積みなのに、うん、で大変でしたよ。大変でしたか、本当に。いやお疲れ様です、本当に。いや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 、まあね、まあ、イベント一つやるのも大変だからね。そうそうなんです。いやいや、でもねその当日はもちろんその、うん、もう全部セッティングし終わってそういうこともやって、ね、うん、すごいいいイベントになったし、うん、やっぱああいうのやっていかないとね、そのレーベルのみんなを集めてやっていかないと、このエピストロフが何たるかってね、このラジオでは伝わるところ少ないからね、うん、そうそうそう、ちゃんと演奏とかプレイとか DJ をみんな聞いてもらって、うん、そうそう、それこそね、なんか昨日新たが書いてたよね、ツイッターになんか、ああそうそうそう、エピストロフはウォンクのレーベルではなくてみたいな、そう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 、かっこいいやつらの集まりなんだぜみたいなことを書いてた。そうそうそう、てかそれこそさ、プラン B って今日からだよね、確かに。そうなんです、でこのビームスとのコラボレーションでやった今回のライブは、うん、その今日発表になったあのビームスのプラン B っていう企画があって、うん、まあ、スペシャルティービーとビームスとあの一緒にやってるこのなんだろう、ちょっとアンダーグラウンドなテーマで、うん、そのアーティストと映像作家で一緒にこう映像作品を作っていくみたいな企画なんだけど、うん、今回はそのウォンク×国枝慎太郎っていうね、座組で、こう映像作品をお届けするという回になってまして、うんうん、まあ、それの一環としてね、ビームスでライブっていうのもあり、うん、今日から、その YouTube とあとはスペシャル TV で、うんうん、第1回が放送されますね、プラン B のウォンクバージョン、はい、ウォンクじゃねえな、エピストロフバージョン、うん、ウォンクはそう前回やってて、実はヨーロッパツアーの特集をウォンクはやっていただいて、今回はエピストロフに焦点が当たっていて、もちろんウォンクのメンバーも出るけど、他の、エピストロフのメンバーのインタビューも、安藤くんのインタビューもね、あると思うんで、はいはい、いや俺安藤くんが出てるシーンで絶対みんなに見てほしいシーンあるんだよな、あの意味わかんない動きと規制を上げてるシーンがあるので、で第1回だったかな、あれ良くないよね、だってさその楽しかったイベントでさ、その翔さんもニッコニコになるまで飲んでさ、うん、いや楽しかったって言って、ちょっとこの後インタビュー撮ってもいいですかって言われたんだよ俺あれみたいな、全然真面目にもう話せないじゃんとか思って
なんかあのもう集合写真でさ、うん、フェネルコリアンダーと抱き合ったりしてたじゃん俺は。してた。だってもうあれもかっこつけなすぎでしょさすがに。そうそう、いやなんかもうそういうそういうもうテンションになってから突然じゃあインタビュー撮るんでメルローさんって言われてえみたいな。そうで、そのおふざけカットありの結構真面目にもうちょっといろいろね質問されたんだけどね、まさかのおふざけを使われたっていう感じ、うん、まあでもそのエピストロフのメンバー全員ねすごいかっこいい音楽やってるのはまあ、うん、みんな聞いていただければわかると思うんですけど、うん、なんだろうな、あのそインタビューとかで、うん、僕らもそうだけど、なんだろうな、そのわざとらしくないところが僕は好きなんですよね、みんな。なんかなんていうの、素を出すじゃん、いつも別にいつも喋ってるトーンと同じ感じでそういうとこ出るから、なんか外向きっていう感じじゃなくてね、そうそうそう、なんかさキャラ作りしてない感じがすごい好き、うんうん、そうね、確かにみんなそうかもね。割とさ、あの何インタビューだとカッコつけるやついるじゃん、うん、確かにね。まあそれ別に悪いことじゃないですよ、うん、そのお客さんの目線に立ったらかっこいい彼でいてほしいみたいな、うん、そういう目線がちゃんとあるってことなんだろうけど、うん、そうだね、まあよりこの逆により我が強いってことなんだろうね、うん、自分は自分でありたいみたいな、うん、でもそういう人たちだけ集めたレベルなんですよ、うん、俺ね知ってる大ボス新たね、うん、メディアになるとね声がワントン高くなるんだあいつはあれ緊張なのかな、いやいやあいつはカッコつけよ新た光るはねあのエピストロフ内1のカッコつけで2はフェンネルコリアンダマジでもそのツートップカッコつけツートップです。あの他はみんなもう素なんだけど、そうね、新田ヒカルはちょっとカッコつけるよね、うん、新田ヒカルだってさっきのさ俺があれ iPhone で撮ったロケなんだよ、あれ iPhone 向けて お疲れ様ですとか言って、うん、新田さんとか言ったらおこれなんすかちょっと声高くないみたいな、うん、そう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 、いやカッコつけもちょっと紛れてるね、そう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 、照れ隠しカッコつけみたいな感じよ ね、 ね、新田ヒカルはそうだね、フェンネルコリアンダーさんもねカッコつけなんですよ、うん、そうだね確かに。あ、ポールヘッドさん、俺はキャラ作ってるよ、ここだけの話そうかな、キャラ作ってるのかな、どうなんだろう、いやわかんない、でもライブ中どうなんですか ね、 ね、まあ、作ってるのか、確かに PUBG やってますとかライブ中言わないもんねまあまあまあ、でもいいですけど、みんなかっこいいから、うん、音がね、はい、そんなイベントでしたよ。したね、でプラン B なんか今こうチャット見てるともう放送されて終わったらしいですね。あ、終わったんだ。なんで YouTube にもう今上がってると思うので、はい、皆さんねこれを聞いた後でもいいですし、今並行してでもいいんですけど、ね、プラン B の映像第1弾見てくださいね。はい、お願いします。はい。で、あと何があったっけ？ああまあ。俺的に9月のラスボスはミュージックシティだったね。ミュージックシティ天神、あれはすごかったわ、本当に大変だった。そうね、それは何かっていうと、まあそれもまあエピストロフっていう名前でミュージックシティ天神って、その天神のど真ん中でやってる音楽フェスの最後、初日の6時から8時だっけ、5時から8時だか分かんないけど、2時間3時間ぐらいをもうエピストロフがもらってやるっていう。そうだね、そうそう、ちゃんとエピストロフの冠をつけたステージにしてもらって、うん、そうだ、初日の鳥がウォンクでね、うん、その前がキキビビで、その前がまあエピストロフというかまあ綾竹ワークスということでナズちゃん、そうだね、そうという3組が出まして、私は3組ともサポートしました。そうだよ、そうだよ、あのエピストロフのバックバンド番長として、そう、いや大変だった、あれは安藤くんにはね全員のサポートをやってもらって、ね、そうそう、しかも割と安藤くん仕切るもんね、どれも、まあね、ちゃんとそれも大変そうだったわ俺、そう、その日に限って言えば俺はもう
ウォンクだけ出て他はプラプラしてたから。あ、そうだね、うん、でもあの日もさ、なんかゲリラ豪雨みたいなのすごかったよね。そう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 、そうだよ、あの日も雨だったわ。ねえ、あれとんでもなかったね。とんでもなかったね。もうそのちょうどそのエピストロフのステージが始まる直前にバジッと大量の雨が降ってきて、すごい雨降って、本当近年一番降ったみたいな感じの雨だったよ ね。そうそう、そう、お客さんでだから一回さ、あの雷も鳴っちゃったから一、うんうん、回ステージ電源落としますみたいなのになって、はいはいはい、そうだよね、そうそう、感電しないようにだから、うん、一時ステージ中断みたいな風になってさ、うんうんうん、結構大変だったよねあれはね。そうだね、まあ、だけど、まあ、本番の時にはなんとか電気も回復し、うん、そう、いや楽屋がもう楽屋がだんだん水が浸水してきて坂になってるから、地べたにこうリュックサック置いてるとだんだん濡れてきて、楽器とかもやばいやばいとか言って机の上上げたりとかしてね、結構大変な。その頃俺はねホテルでシャワーみたいに寝てたりしたんだけどそうそう、でそうエピストロフが始まるぐらいにこう行って。なるほどね。いやでもナズちゃんもキキビビもオン君も良かったよね。良いステージでしたね。ただただただこれはね、またまたじゃないのか、まあでもその嵐で割と途中中断しちゃってて、そうだね、20分30分ぐらい全体のね進行が押してたんですよね。そう、そんな中ウォンクがトリでやってたんですけど、あのソロが盛り上がりすぎちゃって、そうセッションセッションがね、ウォンクってその途中ぐらいでだいたいこう完全にドフリーのソロバトルみたいなセッションバトルみたいなのするんですけど、それのね尺を取りすぎちゃって、あと4曲ぐらいあったのに全部できなくなったんですいやあれをね、やっぱいいライブでも本当にいいライブだった、めちゃくちゃいいライブだった。ツアーから解き放たれてまたね、でなんかそれこそセッション曲もちょっと久しぶりなやつだったじゃん。まあみんなはあのエルメスでやってたけど、そうみんなで俺とかもいてやるの久しぶりだったし、そうそう、あともう綾竹からの天神への感謝の祝辞がすごい長かった。そうあのMC もソロも大尺取って、うんね、4曲できなくなったけど、でも内容はいいライブだった。そうすごい良かったね。割とそのねツアーにも貼るぐらいのすごいね、うん、いいライブだったんですよね。そうそう、よかったよかったよかったね。その日はさあ、いやもつ鍋事件、大事件これもあのもう綾竹の話ばっかだな、なんかあのみんなねあのツイッターとか見てケント長塚とか言ってるじゃん、うん、けど綾竹も綾竹だからねこれ別に他のみんながツイッターで書かないだけで、まあそうね、あの綾竹はねかなりの数やらかしてるあのそのプロミスバグコード事件とか曲、ね、曲順間違い事件とか、ミュージックシティ天神で突然なんか違う曲のイントロ弾き出して、あこれではないって自分で言って、そうそうそう全然あのしかもあれだけの面白いところは、うん、あの曲順間違えるときずっとセトリ見てんのよそうそうそう、あのウォンクのライブってその足元とかにその日のセットリスト曲順が書いてある紙を、うん、マネージャーの林くんがちゃんと用意してくれてて、うん、それを見てるんですけど、あの綾竹はそれをずっとガン見してんの、うん、次の曲なんだろうなっていうことで、うん、だけど間違えるんです。そうだから多分そう短期記憶に問題がある前直前に何の曲をやったかが分かんないから次がどれか分かんなくなるし、そうそうそう、なんかそう なんていうんだろう、ケント長塚だからケントにも綾竹ぐらいの、うん、そのやる気があれば、うん、バトルできる。ああ確かに、ね、正直できる。綾竹江沢樹とケント長塚バトルできる、うん、できるできる、いい、それぐらいは綾竹もね持ってるからでその日もあのそう綾竹がそのすごい家の地元の近くで、うん、すごい美味しいもつ鍋屋さんがあるんですよ。 そう、でそこウォンクでも行ったことあるし、うん、新たが一人で行くこともあるし、うん、すごいねみんな気に入ってるとこなんですけど、うん、そこをウォンクチームで予約してくれて、うん、でみんなで行こうってなったんですけど、うん、はい、まあ、その雨のこともあり、うんうん、そのバラシをちゃんとやってもその予約時間に間に合うかギリギリのとこだったんですよね。そうね、
でもうライブ終わったすぐだよ、うん、綾武が予約大丈夫だかなみたいなこと言い始めて、うん、もうそれしか言わなくなって、うん、いや予約の時間いけるかな、大丈夫ですかね、いやでもこれ大丈夫かな、つなべ大丈夫かなとかすげえ心配し始めてそうね、そう、もうそんなになんか分かるよ、そうやもう食べたいのは分かるよ、うん、みんなも食べたいよ、うん、でもそんなに言うみたいなでなんかみんなこう片付け、別に誰が片付けをサボってたわけでもなく、うん、ちゃんとこう、うん、みんなが片付けてちゃんと動き、うん、撤収しようとしたんだけど、うん、みんなどうしてもホテルに一回戻らなきゃ、荷物を置いて、うん、っていうのがあったんだけど、あやたけは実家に帰るって言って、 で、ね、うん、実家からそのもつ鍋屋が近いから、うん、実家にひゃっと帰って、うん、そこからもつ鍋屋行って待ってます、うん、で予約の時間に待ってますから皆さん早く来てください、うん、その念押しももう LINE で、うん、皆さんお早めにお願いします、うん、はいはいはいわかりましたわかりました、でみんなこうホテルに戻って、うん、で別にその道中何かあったわけじゃなくて、うん、ただただその道中みんなでタクシーで帰って、うん、物置いてすぐ出るよみたいなことをやってる間にも、うん、綾武からの LINE がポン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 来てなんかまだですか皆さんまだですかみたいな最速の LINE と、そうね、なんか店員さんがちょっと厳しい顔してるので皆さん早く来てくださいみたいな、うん、来て、本当にみたいな、そんなそんなみたいな感じになってたけど、うん、まあ、それはでもあやたけの面白いところだね、ね、食に対する思いが強い強い、うん、ね、まあでもね美味しいんですよ、そのもつ鍋屋さん、すごい美味しい、そう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 、よかったね、いや楽しかったですね、であれかその後そのナズちゃんとキキビビとかと合流して、そうそうそう、なんかまあ一応エピストロフステージだったから、おのおの打ち上げしてたのをみんな集まって一気に飲めるところに行こうっていうことで、またそこでなんかケントの行きつけみたいなね、ワインバー行って、でそこから俺はねちょっと友達と飲みに行っちゃったから別のコミュニティのね、うんうん、でそこからみんなどうしたんですか。いやだからなんかね、そこは基本的にフードのメニューってほとんどないのよ、うんうん、そういう乾き物とかしかないんだけど、うん、厨房はあって、でケントが時々いろいろ作ってくれるのね、うんうん、でなんかその日もなんかカモのなんかローストみたいなやつを作ってくれてたじゃん、そうで、いやちょっとやっぱ締めに炭水化物食いてえなーとか言ってて、でもなんかパスタとかそういうの食材はないからさ店には、うん、買ってきたなら作ってあげるけどねみたいな、うん、まあ誰もいかんやろみたいな感じで言うから、うん、でその時たまたまキキビビとナズでベースを弾いてくれてる、うん、オチザファンク、うん、フロムクラックラックスが、うん、はいはい、中村かほちゃんとかのチームとちょっと飲んでて外にいたんだよ、で今からこっち来るって言うから、うん、メールして途中でパスタ買ってきてっつってそうで結構 600g ぐらい買ってきて、はいはいはい、そうでそれでねケントにこれであるものでパスタを作ってくれっつって言ったら、はいはい、そのカモのローストにちょろっとつける用の、うん、なんだろう、あの南蛮味噌みたいな、はいはいはい、あの牛タンについてるやつ、唐辛子味噌みたいなやつね、そうそうそう、うん、結構辛いのよ。そうだね、俺もそれはねちょっと食べたのよ、うん、辛かったね、めちゃくちゃ辛かったよね、ちょっとで、でそれをなんていうの、それをもうボロネーゼぐらい、あのミートソースぐらいグワーって使った味噌パスタが出てきて、はいはい、めちゃくちゃ辛い安藤くんと僕はエピストロフ界でももう辛党中の辛党で、どんな激辛でも難なく食べられる人間なんですよ基本は、うん、その安藤くんが辛いっていうのはマジで辛い。そうでもね、なずちゃんがね、うん、出てきた手前ね食べてんだよ、うわシンガーなのに、えらい喉を酷使して、えらいよ、で食べて大丈夫辛くないとか言ってたら、あ大丈夫みたいになってて、むせてんじゃんみたいな。そう、ケント長塚激辛パスタ事件ね。激辛パスタをみんなに振る舞うっていうね。うん、でもまあ美味しかったね、味はすごい美味しかったんだけど、うん、そうそう、まあちょっと辛かったね。そんなこんなですね。ね、まあザザザっとね。いや、あと
そのちょっと付随しておまけ話なんですけど、うん、その次の日僕は普通に用事があったんで、あの飛行機でお先に、うんうん、僕もそうだ、マネージャーの林くんと、まあそうそう、サポートメンバーのみんなと、うん、僕とマネージャーは先にね、うん、帰ったんですけど、他の文句のメンバーはもう一泊延泊して、その、エピストロフのそのお世話になってる人がまた別でこうパーティーをその夜開くっつってやったパーティーにみんな DJ とかでね、そうだね、出たんですけど、うん、もうその日もね、事件があったらしいね。すごかったっぽいね。なんかすごい動画がいっぱい送られてきて、LINE そのツアー LINE にすごい面白い動画いっぱい送られてきてね、うん、これ今ここで YouTube ライブで放送したいぐらいなんですけどね。なんかそう、僕と安藤くんは現場にいなかったからその臨場感あんまりお伝えできないんですけど、でもなんかひどい酒に飲まれた長塚健とか、ね、打ちてたね。そう、ひどい酒に飲まれてギャル王時代を思い出したかのような長塚健との動画が送られてきて、ね、何言ってるか分かんないけど、ずっとうーっとうーみたいなことをなんかずっとしていて、そう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 いやいやいや、それはなってなったね、うん、でなんかあれでしょ、なんか人が歌ってるところに乱入して突然丸の内サディスティックを歌い出したんでしょ、なんかそうそうそうらしいね、まあいろいろ事件があったらしいですけど、その夜も、だからそこはもう本当に福岡のそれに行った人しか多分からない、目の当たりにした本性、ケント長塚の本性ギャル王本性を、ね、いやあれはね、いや言ったらね、うん、そうだから俺もあれ面白かったね、その動画が送られてきて、俺も結構酒飲まれるタイプだから、そうだね、そうだから調子良くなっちゃうタイプだから、うん、あこれ 俺もいたら迷惑かけてる側でいなくてよかったわって言ったら、井上がそうあの俺も健闘にアッパーしなくてよかったそうそうそう、僕はあのかつて酔っ払って安藤君にアッパーを食らわせたっていう過去があるので、そうそうそう、そうなんかね、もしギャル男の健闘に会ってたらもしかしたらアッパー食らわせてたかもしれないなと思って、いや行かない方が良かったのかもと、ね、いやいなくてよかった、ね、俺たちは本当にそうですよ、飲まれるのは一人でいいですよね、本当。新たとか大丈夫だったのかな、いや新たは冷静だったっぽいね、なんか新たがちゃんと場をまとめてくれたみたいな、まあ、新た結構誰かが行き過ぎると突然なんか冷静だよね、はーって言い出すから、そう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 、だからまあそういう時は、ね、バランス取ってるんでしょうね、そうですね、そうそうそう、あとね、そう、そのね、ミュージックシー天神のね、前日はね、バーベキューしてたの、俺、新田と。そうだよね。そう、なんかね、謎の、なんでだっけな、そう、俺が、まだ夏は終わりたくないって言い出して、はい、しかもなんかこう、ちょっと、学生みたいなことがしたいって言ってたら、その、それこそプラン B を取ってくれた、ビッチョットマンション代表国枝慎太郎と新田とでバーベキューをやろうってことになって、だけどなんかあれだったんだよね、ウォンクはウォンクで仕事あったんだよね、何か、いやそうなの、てかそう前段階の話をすると、その日、うん、まあ確かにバーベキューをしようっていう企画の方が先にあったんだよ、うん、でその後にもうスケジュールどうしようもなく、その日にしかもめちゃくちゃ大きい仕事入って、うん、エピストロフとしてのウォンクじゃなくてね、うんうん、エピストロフとしてのその海外のアーティストの、うんまあ、作品の一部プロデュースみたいな、はいはい、で来日してこうちゃんと一緒に話して作っていくみたいな日があって、うん、でそれをやろうってなったのに、うんまあ、新たはバーベキューを取ったよね社長がよ社長がバーベキュー取る、そういう時、まあ、まあやっぱ仕事しろよと思って、社長はやっぱり、ね、ゴルフ行ったりねバーベキューしたりするんですよやっぱり、そうそう、いやだからこっちは誰が来たかな、林くんとそうだよ、ね、ウィルくんとキキビビとリカックスとみたいな、はいはいはい、まあまあその辺とかでみんなでバーベキューをしで、これ恥ずかしいのかな、みんな恥ずかしいのかもしれないけど、なぜかディズニーランド行きたいってなって恥ずかしい恥ずかしい、そうでなんか豊洲でバーベキューしてたのね、でなんか謎理論で豊洲から舞浜って近いんじゃないって言って、もう海沿いだしみたいになって、なぜかもう泥酔したままタクシーでディズニーシーに行って、
いや夢の国ね。そうで、でもだディズニー自体は全然恥ずかしくないですよね。ね、いやでもね、一番面白かったのが、うん、そのバーベキューに間に合わなかった、俊介爺が、俊介爺ね、遅れて、だから一人で多分チケットを買って、みんなどこっつって。そう、一人シラフでそうインディ・ジョーンズまで駆けつけてくれた。面白いですね。それシュンスケ G はあのソウルシンガーでね、そうそうそう、シュンスケ G& ザ・ピーズっていうのを今活動してるけどね、あれめちゃくちゃ面白かったね。なんでいんのみたいな、いや来たよ来たよとか言ってって、そうそう、あでもね、ほとんどディズニーシーに行ったのにほとんど喫煙所にいたね、みんな。そうね、そうそうそう、そういや、いやそうそう、でそんな中僕らはその海外のアーティストと一緒に仕事して、うん、まあ、最後いろいろ飯食ったり交流した後のミュージックシティ天神でしたね、うんうん、でアフターパーティーのギャルをギャルを長塚と、うん、なるほど、そういう感じでした。いやまあ9月ラスボス感ありますね。ありますね。でも本当にこの2ヶ月間はめちゃくちゃ忙しかったけど、その新譜出て、うん、新譜のプロモーションあって、ウォンクはね、うんうん、でウォンクのツアーもあり、うん、エピストロフではその全体集めて一緒にやって、ね、で動画撮影もあって、うん、でまあその今後発表できると思うんだけど、そのね、あの海外のアーティストとのこのつながりがある仕事だったりとかもいろいろあり、盛りだくさんでした ね、 ね。だってさ、前回確かさ7月の時、前回のナードトークであのあれだってね、吉本謝罪をそうだそうだパロって1ヶ月空いてすいませんでしたみたいなことをやったのに2ヶ月空いちゃったからね、うん、まあでも致し方ない。これはちょっとねスケジュール的に、そうですね。そうで一番キンキンの話をすると、はいはい、実はそのまあウォンクもちろんその EP 作ってからずっとアルバム用の制作をしてるんですけど、うん、1曲できました。おお、チラッと聞きました。聞きましたか。そういい感じですね。いい感じですよ、ね、また今までとちょっとね、また毛色が違うというかね、皆さんのわっと驚かせることができるんじゃないかっていういい曲ができましたのでね、これも発表になるタイミングまで皆さんちょっとお待ちいただいて、ね、メルローも新曲が上がっていて、そうそう、今 MV 作ってる。そうなんですよね。 それもねまたいい、いいね、うん、いいわいい、いや、ソロうまくね、ソロうまいねとあるね、そのコラボ作品なんですけど、うん、コラボアーティスト、まあ、楽器とか名前は今のところ伏せてみますけど、うんうん、めちゃくちゃうまいね。めちゃくちゃうまい。ビビったわ。しかもさらっとやるのね。さらっとやるね。うん、すげえうまいわ。そうそう。で今はなんかまあそのコラボ相手の特性を生かした MV を、うん、時代風刺的な MV を作ってるので今、はい、そうそう、それもお待ちいただいてって感じですね。はい、いやーすごい。いやでもね、なんか食べ物の話とバカな話しかしてないんだけど。うん、結構大変だったね。いや本当に、そうそうそう、裏側というかね、そのやることは多かったからね、うん、このライブの工程も大変だったし、うん、何よりツアーはね、あの僕らももちろん大変だったけど、うん、そのまあ音響の染野くんもそうだけど、うん、マネージャーの林くんもね、いや大変でしょうね。大変だったよね。ライブ制作だもんね。そうだから、うん、本当感謝ですわね。本当に、なんだっけな、どっかの帰りにね、うん、仙台か、うん、仙台公園の帰りにね、ちょっと林くんと新とね、うんうん、エモトークしてたわ。あ、そういう俺たち頑張ろうぜみたいな。俺たち頑張ろうぜトークね。そうそうそう、いやまあそういうやっぱりツアーとかって一緒にいる時間も増えるからさ、うんうん、なんかいいよね、そういう普段だとあんまりできない話もできて、うん、よかったですね。それで、うん、ウォンクとしてはあれだよね、そのツアーが終わってプレイハウスのチケットがもう発売になったんだよね、確かね。そうそう、ウォンクスプレイハウスっていう、うん、まあ、去年もやったウォンクが1年間こうお世話になったそうアーティストと一緒にライブをするっていうゲストありきのワンマンライブ。今んとこ発表されてるのが、うん、M フロー。そう、M フロー。M フローとキキビビリリリ。
エムフローとキキビビビリ、ま、までだよね。までなんですけど、うん、まだまだありますよ皆さん、ね、まだまだゲストいます。すごいぞ、いっぱい出ますよ今年も、ね、それぞれとウォンクがバンドでこう一緒にライブでコラボレーションするのは本当に一夜限りですから、うん、そうなんかあやたけがこの前、うん、その一夜限りって一夜限りじゃねえじゃんっていう話したんだけど、うん、あのいわゆるそのライブの煽り一夜限りみたいな、うん、全然2夜も3夜もやるよねっていう、うん、でもあのプレイハウスに関して言えばその組み合わせのアーティストが揃うのは本当に一夜限りですから、うん、確かにね、どんなフェスもあの組み合わせ揃わないですから、うん、かなり幅広いその、そうそうそう、ね、ウォンクのつながりが垣間見れる。そうなんです、あれはね本当僕らでしかできないイベントだと自負しておりますので、うんうん、ぜひ遊びに来てほしいです ね、 ね、そのエピストロフのうちうちのメンバーを集めてやるのももちろん楽しいけど、うん、エピストロフとは関係ないところとこう関わりを持っていくっていうのが、ねね、楽しいですよね、うん、皆さんいろんな方面で素晴らしいアーティストですから、うんうん、まあ、てかまずもうエムフローとキキビビリリーって並びだけでもうちょっと面白いもんね。もうそこの並びみたいな、ね、でもこれから発表されるのもっとそこの並びかみたいなのあるんで、ね、いやいやいや皆さん楽しみにしていてください。それは楽しみですね。12月2日、はい、ウォンクスプレイハウス。じゃあ一回ちょっとまたコメント見ますか。そうですね、今度は安藤くんがなんか募集してるやつなんかある。ああなんかじゃあ事前に募集した、インスタの方で募集したやつをちょっと見てみましょうか、うん、よいしょ。ででん、ででん。最大規模の台風がやってくるようですが対策取ってきましたか。取ってません。うん、取ってないですね。でも部屋ボケしてるのかもしれない。周りの人はその蓄電器を買ったりとか、ね、スーパーに食材を買いに行くとかさ。そう今日ね、今日ご飯を作るためにスーパーに行ったら、うんうんうん、もうすごい人で、で何にもないの。そうなんだ。そうもうあいさ野菜とかがこう積まれてるじゃん、こうあれいうのがもうなくて、もうその床が見えてるというか、もうこれだからみんな週末外出なくてもいいようにこう備蓄というか、うんうんうん、食材買っとくんだと思って。そうね、だから、うん、本当はそういうのした方がいいのかもしれないけど、ね、本当本当。まあでも2日3日でしょっていうのも甘いのかな。いやわかんない。停電があったりとかそういうこと、ね、俺とりあえずね懐中電灯を買った、それだけやったわ。俺家にあるからな。 まあ、あるならいいよね。そうそうそう、そうでもやっぱ本当に水、ペットボトルの水とかあった方がいいよね多分ね。まあでも仕事できなくなるのも嬉しいなんかもういやおうなしにできなかったら、うん、できなかったもんね、できなかったもんでいいじゃん、うん、確かにね。それはもうピクニックですよまあでもまあ今回はライブです。ライブありますからね。そうだね。まあでもライブもね、うん、あったらあったで全力を尽くし、なくなったらなくなったで、うん、家でゴロゴロしてるとそれでいいですよ。そうだね、はい、なのでまあ安全にだけね気をつけて行こうかな、うん、死なないようにしよう。そう結構ねそういうね、3連休は友人と韓国行く予定でしたが台風で怪しくなってきました、うん、皆さんもご無事でとか、うん、結構ねそういう台風話結構ありますね、うん、あとはねそう名古屋に来てくださいねみたいなのも、ね、そうだよね。ツアー名古屋行けなかったんですよね。これねわざと外したわけではないんですよ、うん、もうどうしてもスケジュールとかが合わなくて行けなくて。そうね、そう、まあ、でも絶対にアルバムのツアーでは行きますよ、ね、行こう行こう。それはもう絶対行きます。頑張ろう、はい、あとはねお、なんかなんかあるかな。安藤さん尺八吹けますか。吹けません触ったことすらない。あとちょっとなんかこう内面的なのが来てますね。些細なことで嫉妬してしまう自分が嫌いです。お二人はそういうことってありますか。なあ、います。嫉妬深いですか。いや僕は嫉妬深くない方だと思うけどな。あ、嫉妬するってなんだろうね。その男女間の嫉妬みたいな意味では本当に皆無かもしれない。あ、そういうね、だからその彼女みたいな。そう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 、それはもう本当に皆無かもしれない。全くないね。ただ同業者とか、同業者とかのそのかっこいい曲を聴いて、うわかっけーくそみたいなのはある。
あまああるね、それはあるね。そうわこいつの新曲かっこよすぎーみたいなのはある。結構やられちゃったみたいなのもあるしね。アイディアはあったけど出してなかったらやられちゃったみたいなとかね。まあそれはね、でも嫉妬っていうほどジメッとした感情では自分の中ではないかなと思うけどね。もうちょっとカラッとした、はいはいはい、なんかクソみたいな、そう、まあ綺麗って感じだよね。うん、なるほどね。そんな感じですわ。うんうんうん、俺結構嫉妬深いかな。あ、そう。なんか自分より人に懐いてる犬とかに嫉妬しちゃうメル？うん、なんかね、おい、なんでそっち行くんだよお前みたいなさおい俺はどうした俺はみたいなさ。なるほどね。そうそうそう、そうやってすぐ思っちゃうタイプかな。じゃあそれもう分かるってことじゃないですか、うん、嫉妬深いのが。そう、嫉妬、結構ジメッとした嫉妬深さ持ってます僕は。でも自分が嫌にはならないですか？自分が嫌にね、まあでもまあだからなんかさ、嫉妬してから、うん、それ時間は長くないのよ。はいはいはい、ずっとネチネチ言ってるっていう衝動があるってことね。そうそうそう、うん、なんか例えばそれこそ SNS とかで、うん、なんかこう、わあこの人活躍してんなとか思った時に、うん、はあなんか、はいはいはい、いいなとかは思うんだけど、うん、もう次の瞬間にはもうまあいいやってなってるっていうか、そのなんか一回ジメッとするんだけど、まあまあまあでもまあ自分は自分だしってなっちゃう。結構自己解決すぐしちゃうから、やっぱりね、そのまあ人ありきじゃなくて自分ありきって思うのが一番いいですよね。そうだね、一回人のことはって思ってもね、結局はね思ったところでどうにもならないわけですね。そうですね。なんか来てます他。こちらに来ているのはちょっと待ってくださいね。最近インスタを真面目にやるようになってさ。ね、真面目にやってるね最近。そうそう、でも使い方がさちょっと遅れちゃってるからさ、うん、操作性が難しくて、これおっさんよね。だからちょっとなんかそう、まあね、最近インスタやり始めたのは、うん、ちゃんとしようと思ってその前ご飯の写真以外も載せようって。そうそうそう、ね、ちゃんとしようと思ったってそれだけですよ、うん、それだけ。なんかみんなちゃんとこう自分のプレゼンテーションをしっかりしてるじゃないですか。そうですね、皆さん、うん、でそれが仕事につながったりとかやりたいことにつながることって結構あるんだなとここ数ヶ月で思って、はいはいはい、なんかやった方がいいのかなって思ってやってる。なるほど。けどまあ性には合わないんですけどね僕、うん、自分の性には合わないけど、うん、だから一個ルールを決めたのが、うん、あれこれ考えずにあげるっていうのを一個決めた、うん、そうね、うん、そうそうそう、なんかあげたりするときに、うん、この写真どうだろうとか、うん、なんかあれこれどういう時の写真だっけみたいな、うん、ハッシュタグ何すればいいかなみたいな、うん、そういうのあんじゃん、うん、もう全く何も考えないであげることにした、うん、でもその方がいいよ。そうそうそう、うん、楽。そうそう、なんかそういうのね考えたりしたら、うん、まずはちゃんとあげてみるっていう作業はね、うん、ちょっと性に合わないけどやってみてますよ。俺はねもう横3枚の色感とか気にしちゃうから、はいはいはい、しんどいんだよね。まあ、そうだよね。だから気使う人はすごい気使ってるだろうけど、うん、俺にそのメモリがないのよね、うん、その日々の生活で、うん、そこまで考えるメモリがないからやめちゃうのよ、うん、なるほど。だからもう考えずにあげる、それだけ今はそうしてますはいはい、はい、でどう、質問来てた？質問来てますよ、たくさん来てます。ですね、じゃあちょっと簡単そうなのから。菅さんと安藤さんの好きなお酒は何ですか？おこれ安藤君ウイスキーじゃない？うん、スコッチ。スコッチだよね、うん、俺も割とそうだね、うん、スコッチ好きですよ。です、です。もうそう、あんまりそう種類がないところでもラフロイグはあるじゃん、うん、そうだからラフロイグばっか飲んじゃう、うん、言うとそうだよ、北海道の、うん、そうそうそう、ね、まあそこはねいろんなものあって、ドラーズとかが多かったけど、そうそうそう、うん、美味しかったですよね。美味しかったですね。お二人の好きなスイーツは何ですか？あこれはね、僕はスイーツ好きで、何が好きかな、何でも好きなんだよな、割と甘いもの全般何でも好きで、
もう甘ったるいやつも好きなんですよね。でも一番好きって言われると分かんないな。ケーキ、ケーキ、ショートケーキとか好きだけどね、うん、俺もねショートケーキは好き、うん、でも安藤くんはスイーツ結構ダメな方なんでね。そう、もうね、あのこの間のね某打ち合わせで食べたあのクマちゃんケーキとかね、クマちゃんケーキ、もう致死量よ、もう本当に。あ、そうだね、甘かった、うん、甘かったなんで頼んでんだこの人って思ったもん。いや、なんか年に俺ね、年に2回ぐらいだけケーキとかパフェとか、はい、あのなんだっけ、クレープとかミスドとかに行きたくなる時が唐突に訪れるのよ、はいはい、で、あ、これ今そういうタイミングかなと思って何の気なしに頼んでみたら、はいはい、結構大変だった。なるほど、ね、うまいんだよ、うまいんだけど甘ってなるね。そうだから安藤くんはそれよりも辛いもの、しょっぱいもの派だもんね。しょっぱいもの派だね。はい、はい、他にもいろいろあります。絶対音感は持ってますか？僕は持ってません。僕も持ってません。文句で言うと綾竹が持ってますね、絶対音感は。そうだね。だからさ、困るのがさ、うん、あれこの曲ってファソレ指導なんとらかんたらでしたっけって言われるじゃん。そうそうそう、音階名でさ、知らねえんだよみたいな、ね、うん、いや、わかんないわかんない、歌ってみたいな。そう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 、だから僕らはその相対音感、いわゆる相対音感っていうので頑張ってますね、うんうん、そうだね。ある音を基準にそこからどういう、そうそうそう、だからどうかどこでもいいんだもんね。そう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 、ドレミファソラシドでもいいし、そうそうそう、ドレミファソラシドでも全部ドレミファソラシドに聞こえるから、感覚がドレミファソラシドだったらそこを基準に頑張るというのが、そうそうそう、その相対音感、うん、僕らのスタイルですね、うん、あとはなんかこれで2つ面白い、同じ人から2つ面白い質問来てるな。お、もし音楽を仕事にしてなかったら何をされてたと思いますか、安藤くん。海洋学者。本当に？本当。海洋？俺はね、深海6500に乗って、はい、新種の深海魚を見つけるっていうのが夢なの。うん、知らんかった。そう、俺ね、もう魚くんなのよ。魚嫌いなのに？食べるのはね、うん。うん。魚、水族館とか海とか大好きなの。うん、それじゃあもうあれじゃん。和也くん路線じゃん、竹之内和也くん路線じゃん。あ、小笠原バイブス、小笠原バイブス彼はそう、水に慣れ親しんだ人種だもんね。そうそう、あのなんだっけ、面白い話知らんエビを食い続けてた話でしょいやだからなんか、あの和也の小笠原話脱線するとさ、結構いろいろあって、うん、なんだっけね、はい、あの島の人がで、なんかさ、警察官ってさ、はいはい、仲良くなりすぎないように移動が何回かあるから、うんうんうん、小笠原にずっといる警察官の方っていないんだよね、はいはいはい、でなんか例えば島民の人とかでこう速度超過とか、うん、まあ分かんないけどなんかこうパトカーに止められたりとかしてやばいってなった時にみんな泳いで逃げるんだって。泳いで沖に出るんでしょあの泳いでどっかに行くとかじゃなくて一回泳いで沖に出て、でその新米の警官は泳げないから、うん、そこで見失って帰ったのを見計らって泳いで戻ってくるんでしょめっちゃ面白いよね。すごいことだよね。そういやいや、まあ、小笠原ね、はい、みんなサメと戦った部位で持ってるって言ってるからね、うん、まあ、そう、じゃあそうなんだ、海洋学者。え、かんちゃんは？俺はね、もう音楽の仕事してなくてもゲームを、うん、ゲーム制作に従事してた気もする。あ、今もゲームの音楽とか作ってますけど。そうね、まあそう、まあ、音楽じゃないかないにしてもゲームに携わってそうだなっていうことね。っていうのも、もう小学生ぐらいの時からそのゲームを作る人っていう夢があって、うん、で RPG スクールとかやってたの？そう、やってたやってた。で高校の、まあ、大学高大と音楽をやってたから音楽やっていきたいなと思った時期もあり、うん、なるほどな。なんかハイブリッドにやってますね。だからすごいね、今趣味と趣味が仕事になってるもんね。そうそうそう。だけどなんかあの仕事になると他の人の責任も負うからさ、うん、なんかわだるって思うことあるよねまあでもそれはどんなこともそうだけど、趣味を仕事にするっていうのはそういうことですけど、うん、ただ嫌いなことを30年40年続けるよりは全然いいですよね。まあそうだね、うんうん、はい、そんな感じです。はい、あと同じ人からの質問で、これもね、安藤君に聞いてみたい、うん、今まで一番怖かった経験を教えてください。今まで一番怖かった経験は、
釣りを昔よくやってて、はい、まあ親父が好きだったから小学校の時とか毎週末釣り行ってたんだけど、はい、その海釣りをすることになって結構高い防波堤で、うん、下はテトラポッドみたいなところで、うん、ちょっと沖に向かってビュッとキャストするときに、うん、えいってやったら、うん、バランスを崩して、うん、あの漫画本当にあのルパンみたいなのヘリでおっと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 って下はもうだから3-4メートル下にテトラポッドがどんどんどんってあるわけ、うん、もう落ちたら死ぬじゃん、うん、でもうあのうおっと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 ってなって、うん、あの後ろに倒れてやば生き延びたっていう。じゃあもう本当に死んでたかもしれないねすごそう、そんなね、それがね一番怖かった。怖いね、うん、生命の危機は怖いですね。いや怖い怖い、お化けとかよりも全然怖い。いやそうね、お化けとかないからな俺、全く経験が。お化けね、そうか、そんな感じ。いろいろ来てますけども、いろいろ来てますけども、なんかあるかなあ。ツアーで泊まりに行くとき、泊まりでツアーに行くときに必ず持っていくものとかありますかっていう質問ですね。僕はありますね。お、何？結構いろいろある。充電器とか以外に、うん、そのなんかそのみんな持ってきてないかもしれないってもの、うん、スイッチ、いやいやいや、電動歯ブラシ。あ、そうなんだ。ナウ。へえ。電動歯ブラシと、うん、あとそ今回のツアーだけだけど、うん、からだけど、うん、シャンプーとか、うん、そのこん何トリートメントとか、うん、化粧水とかを常備するようになったね。はいはい、おお、すごい身だしなみ。そうそう、なんかコンディション変わるじゃん結構。まあね、うん、だるくなったりとか。うん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 、だからまあ。それを絶対持っていくのと、まあ、あとはあの薬ボックス。あ、はいはいはい、その持病が実はありまして、それの、うん、まあ、毎日飲まなきゃいけない薬があるんですけど、うん、それを飲んでますから、うん、それはみんな持ってきてないものですかね。なるほど、うん、俺はむしろ身軽かも、うん、何にも持ってこないサックスも持ってこないことあるもんな身軽すぎてね、忘れちゃうんだよねそう、いや俺だからね、これなんか変な話、こうツアー先のホテルであのすっぽんぽんで寝るのがすごい好きなんだよね。そう、分からんでもない。なんかあの洗いたてのなんかさ、やっぱり家の布団とかってさ、うん、まあ、家ってと例えば1日開けててさ、うんうんうん、ちょっとなんかこう湿気を含んでる時とかもあるじゃん、はい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 、じゃなくてホテルってさ、あのシーツってもうサラッサラのスルスルじゃん。そうだね、そうだね、あそこにもう生まれたままの姿でこうスーッと入りたいんだよねなるほど。そう、でもいつも全裸と思っていいですかね。そうで、あ、これね一個ね面白い話あったんだよね。一個面白い話あって、ほうほう、何の時だっけ、なんか名古屋でライブした時に、うん、新たが突然コンコンコンっつって安藤さんっつって、うん、その時はまあパンイチだったのね俺、うん、でまあパンイチで出たら面白いかなと思って、そのまま服着ずにどうしたっつってでなんかどうたらこうたらでって喋ってたら、うん、俺インキーしちゃってあ、なるほどね、うん、鍵を置いたまま部屋を出ちゃったんだ。そう、全裸でパンツ一丁で、うん、やばで、もうあ、とりあえず新たな部屋行って、うん、ちょっとで、あのすいません、何丸何号室の安藤なんですけれども、あ、今この電話はその隣の友人の部屋からかけてるんですけどちょっとすいません、あのインキーしちゃって、でもちょっとあられもない姿なのでフロントまで行けなくて、ちょっと開けに来ていただけませんか面白すぎる。それはもうあるあるじゃん。あるあるっていうか何、うん、ないないだけどあるあるだよねそのみんなが思うあるある失敗だよね。そう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 、いやパンイチでホテルの廊下に取り残されたっていうね。めっちゃ面白いな。そう、まあだからそれぐらい俺は身軽でツアーに出てるね。身軽だそれは、うん、俺もう服もいっぱい持ってきちゃうからね、身重なんだよねいつも。なるほどね。そうそうそう、だから俺だからもう最近だからその寝巻きみたいなの持ってこないから、あ、そう、まあ、あの今回のツアーは、ね、俺が持ってきたものでみんなが持ってきてないのは防弾チョッキぐらいで防弾チョッキ持ってたねそうそうそう、はい、むしろ身軽ですね。いい、あとなんかあるかなあ。お誕生日プレゼント何がいいですか。そうなんですよ、僕12月7日が誕生日で。あ、そうなの。そう、
もう12月1日から12月6日まで毎日どっか社でライブしてるんで、どこでもプレゼントが渡せるっていうね。なるほど。ちょっとまだ、あ、でもそっか、ミレパは解禁してるのか。ミレパがあったりとか、まあ他にもいろいろなね、ウォンクズプレイハウスもあるし、12月の頭は結構ひどいスケジュールでやってるので、誕生日プレゼントはスターウォーズ関連の何かをください。お願いします。何あげようかな。前カンちゃんにさ、ダースベイダーのお面とさ、ああ、そうそうそう、ライトセーバーのライトセーバーあげたよね。もらったよね、うん、そうそう、あれ嬉しかったですね。東京のライブだっけな。いや、シンガポールで突然渡された。あ、シンガポールで、そうそう、シンガポールのそうだ、お店に売ってたのをあげたの。そう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 、なんか前入りした日に買って、うん、多分本番の日にくれたんだよね。そう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 、あったね。そうだ、ありましたね、そんなのも。あったね。誕生日か、そうですよね。あとはなんか、カンさん、安藤さん的秋ソングを教えてください。秋ソング、いや、やっぱりね、新田光のアパートメントでしょうね。新田光のアパートメント。あれは何を隠そう、その、あのペルソナアルバムは俺と新田2人で、はい、そうね、共同作業で作ったんだけど、はい、新田からの発注というか、うん、まあこういう曲にしましょうみたいなですね。ちょっと秋で一曲みたいな。もう秋ってテーマだったんだ。そう、あれは秋を感じさせるコード進行をくれって言われたから、ああなったっていう。そうなんだ。そうそう、じゃあもうあれは秋ソングなわけですね。そう、秋ソングなわけですよ。そうか。そう、え、かんちゃんはどうですか、秋ソング。秋ソングね、なんだろうな、うーん、ちょっと考えちゃうな。でもなんか全体的にボビー・コールドウェルとか、あ、なんか哀愁ある AOR みたいなの聞いちゃうね、はいはいはい、ちょっと涼しくなり、そう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 、なった感じみたいなね。そうそうそう、秋冬にかけて、はいはいはい、その昔の AOR みたいなの聞きますね。うん、うんうん、そんな感じ。あとはほんと、まあ、いろいろあるけども、うん、ファッション関連多いな。お、秋冬ファッションアイテムでこれは買いというものは、今日のコーディネート、今季のブーム期待です。でもどうなんですかね、あんまりこのブーム、うん、まあ、マイブームはあるけどね、うん、マイブームは僕もありまして、うん、全体的に変な形のものが好きなんですけど、うん、それはなんでかっていうと、未来感あるから好きなんですけど、うんうんうん、今季は個人的にはその、うん、未来の普通の服っていうのがテーマ、おー、自分の中で、はいはいはい、去年は、うん、今想像する未来の服っていうのは好きだったの、はいはい、なんかちょっとテック感あるやつ、うんうん、だけど今好きなのは未来の普通の服が好き。あー、なるほど、未来の人が普通に着てるであろう。そうそうそう、だから何、そのパッと見ギラギラとか、パッと見ゴテゴテとか、うん、多機能とかハイテクとかじゃなくて、うん、未来のユニクロが売ってるとか、ね、未来の紳士服屋さんが売ってるとか、はいはいはい、未来のジャージみたいな、そういうのとか、なんかその未来はの普通の服。 あれじゃあ何、あのツアーの時着てたのスポックコーデは、あれはどう？あれはね、もう全然あのツアー用に買ったからさ、その別に私服ってわけじゃないもんね。私服ってわけじゃなくて、うん、だからあれはもうシルバーで行こうみたいなね。宇宙感かなりあるじゃん、うんうん、で今着てる服はそう、ベースは今ある服なんだけど形がちょっと変で、うん、みたいな、未来、その未来の普通の服、うんうんうん、ベーシックになる感じの服、うんうん、すごい好き。なるほど、やっぱファッション関連が多いんですね、井上さんはね。そうね、まあ好きを公言してるからね。でも僕はその好きというだけで、それは本当に専門家でも何でもないので、うんうん、自分が似合ってるかどうかも知らないですし、うん、まあ、好きなものを買ってるだけなんでね、完全に趣味ですけどね。いやー、なるほどなるほど、うん、あとなんかあるかな。なんか YouTube の方はね、いや、ボールヘッドさんがいろいろねプレイハウス行く行くって来てくれ。そう、あとなんかいろいろ
っていうかゲームやりましょうよ一緒に。ねえ、ゲームやってください。僕もあのゲーミング PC 家にあるんで、ちょっと一人だと持て余すんで一緒にやりましょう。なんかいやいいですねゲームね。そう、それこそね11月になんかスターウォーズの新しいゲームが EA から出るからね、はいはいはい、買わなきゃなと思って、そう思ってたわっていう、完全に雑談だった今のちょっと読むか、うん、読みますね。はいはいはい、よどこら辺から読んでないっけ。エピストロフさん、次はどんなおしゃれな計画がありますか。これはおしゃれな計画あります。おしゃれな計画って自分たちで言うのやばいけど僕らはおしゃれと思ってやってるというよりはもっとかっこいいと思ってやってるんですけど、うん、あります。もう近々この前ちょっと、画像だけで告知した あれですね、ピザ感あるやつだ、やつあるんですけど、あれも、イベントはイベントなのでその日開けといてほしいんですけど、うん、11月1日、うん、この日皆さん絶対開けといてほしいんですけど、うん、それはイベントだけではない発表がございますので、それもすぐね発表できると思います。楽しみですね。それもね、いい感じの企画ですし、その他さっきちらっと言った海外のアーティストの話もちらっとありつつの、うんうん、まあ、プラン B もこれからね何話か出りつつの、うん、まああとは他にもイベントが今年ありそうなのがありますね、エピストロフで。あるんですか。まあちょっと今検討段階のところで日程とかも全然決まってないですけども、はいはいはい、あるのでまだね全然今年いろいろやってきますと。なるほどなるほど。このおしゃれは続くと。そう、おしゃれかどうかはあれだけど、はい、まだありますと。他は、いやいろいろいただいている新たひかる、レジェンダリー新たひかる、あ、昨日の放送聞いてくれてますね皆さん。そう、レジェンダリー新たひかるです。セッションバトル見応えありました。天神の話ですかね。ありがとうございます。あやたけさんのイメージ変わったってきてる。食ハラの話食ハラの話なのか行動間違えた話なのか。あ、行動間違いの話かな。いやでもあやたけの面白いことね全然それ以外にもあるんですけど、うん、なんかケンド長塚の話はカジュアルにできるバカ話が多いんだけど、うん、あやたけのはなんていうのあのコードネームだけ伝えるとわんこそば革命とかあったじゃないですかそうなんていうの、あのあやたけの話はカジュアルにこうバババッとできる話じゃない、面白い話も結構あって、 そこもね、あの意地何ネット上には、うん、ちょっと難しい、ね、ちょっと難しい、コンプライアンスの問題が、コンプライアンス的に難しい。でもそんな何やばい話ではないんですよ、うん、そうそうそう。ただ身内コンプライアンス、身内コンプライアンスの。そうでもあやたけはね、あやたけざきはね話せたら話したい話いっぱいあるんだよなまあそんな感じですわ。そうね、そうそうそう、あれあんかけスパも食ハラじゃないのかって言われてる。そうですよ、やめてくださいあんかけスパ。あんかけスパ美味しいですよ。もっと食うべきもあるから先にまあね、そうそう、あれはもう行き着いた先が地元の人が普通に食う昼飯だからね、あれは。そうですね、スナック菓子だからみたいなもんだから。あ、ケントさん、常田さんの元でレコーディング中。そうだよね。あ、昨日言ってたわ。昨日某友人のね結婚式に、はいはいはい、結婚パーティーに行ってて、はいはいはい、うん、そうそう、飲めないって言ってて、うん、どうしたのって言ってたら、そう、今日レコーディングだって言ってた。そうそうそう、なんか頑張ってますね。頑張ってますね皆さん。最近ね、そのなんか綾竹は結構もう大輝とね、うんうん、がっぷりやってるけど、最近ちょくちょくいろんな絡み方がありますな。そうね、あそこのチームとも、うん、まあいいことよね、うん、同世代でみんな絡み合って、ね、うんうん、絡み合ってね。ねえ、まあそう、なんかこれいつだかもうどっかで話題になったけど、その同世代で絡み合ってこう上に上がっていこうっていうのはすごい僕はいいことだなと思ってて、うん、ただ日本は新陳代謝がちょっと遅いですよね。まあね、その常田
大輝という才能が見出されるまでに26年ぐらいかかってるわけですよ、うん、おかしいよ。おかしいね。あと石若駿という才能がここまでポピュラー音楽に広がるまでに24、5年かかってるわけですよ、うん、おかしいですよ。もうそんなのがちゃんちゃらおかしいです、日本の音楽業界、ね、だってそうだ、ね、駿君なんてさ、もうジュニア天才なわけじゃん、うん、もうそうだよ。だってね、小中学生の時からすごいんだから。そうね、だからあの時にもっとメジャーな日本のポピュラーのバンドにサポートで入っててもおかしくないし、まあね、実力で言えば、うん、だからやっぱりちょっとね、みんな気づくのが遅すぎよ、うん、そうね、そうそう、外のものは掘るの好きなんだけどね、そうそうそう、日本人ってね、中のもの掘るの苦手なんですよね、うん、でも最近それ変わってきてるよね。まあそうだね、だんだん変わってきてる。そう、日本から初の、しかもその、うん、まあ、ウォンクとかを見てると、その英語でやったりとかさ、うん、その海外に向けてどうのっていう話あるけど、全然そんなのはね、人によって思考が違うから、うん、そうじゃなくて日本語でやってても、その海外に出る出ない関係なしに、うん、いい音楽をやってる若者は増えてると僕は思いますよ。そうだね、最近すごいみんないいよ、うん、いいですよね。いいですね。かっこいい人増えてて最高ですよ、うん、だから早くね、そういう感じになってほしい、もっと、はい、そんな感じ、インスタライブやってほしい。そう、インスタライブはね、ハードル高いよ。あ、絵が出るからね。絵が出る、あの、その何、みんな割とやるじゃん、うん、俺もインスタ最近始めて何も考えずに投稿するとこまでは来たけど、うん、インスタライブハードル高いわ。なんかまあね、なんかそれはさ、なんかあれだよね、でもなんかやっぱ2パターンいて、俺も見てても、それアーティストさんとかでやってる人、別に誰がどうとかってわけじゃないんだけど、ちゃんと何かがある人とない人っているなと思って、やっぱなんかその考える、考えてやってる人と、とりあえずしてみたみたいな人とやっぱいるなと思って、なんか難しいね。そこもさっきの画像を上げるのと一緒でさ、何も考えずにやるのか、ただ、そうそう、ね、なかなか難しいですよね。そうだよね、だからハードル高いわ、うん、エピナイ的なの地方にもお願いします。やりたいです ねやりたいね。あ、ボールヘッド COD モバイルしようぜ、やりましょう。ああそうだ、最近出たね。そうなんです、これは僕もダウンロードしたのでやりましょう。お、俺もやりたい。はい、まああとはパン1でインキーしたんですねそんな感じよ。あ、そろそろメルロー見たいですと言ったあなた、10月16日はクラブアジア、エイジア、エイジア、来てください。あれもまた面白い並びよね。そう、ダルジャブステップクラブの主催の対バンイベントで、うんうん、エイミーちゃんとメルローが出るっていう日なんだけどね、うんうんうん、そう、10月16日クラブエイジア渋谷、来てください。はい、いやメルローは見るたびに良いよ。いやーね、いや、ビームスの時も良かったしね、かなり。あ、良かった。うん、上げてた。あ、良かった、会場を。まあね、ああいう一番パーティーしようぜ感あるからね、うん、そうね、確かに、なんかそれもいいわ、うん、その済ましてない感じ、ライブ中は。それがすごい、ね、ライブのキャラもみんないろいろだもんね、うん、そうそうそう、リストロフも、うん、いいですわ、あとそうだね、俺たち、あとさっきちらっと言ったけど、楽しみなのが3連休の最終日に、そう、ソウルキャンプ。ソウルキャンプすごいよね。いやマジすごいよ、だって、まあ、過去にはエリカ・バドゥとか、ね、ローリン・ヒルとかレジェンダリーが、ね、レジェンダリー、本物のレジェンダリーが本物のレジェンダリーが ねそういっぱい出てたライブですけども、今回もすごいですよ。僕らが出る日10月14トレスピット、うん、なんですけど、すごいよね。俺らはそのキャンディタウンっていう、あの、まあ、仲のいいラップのクルーがありまして、のイオ君、イオ君、そのイオ君もだからそのなんだっけ、ソウルキャンプ史上初の日本人アーティストでしょ。そうですよ、うん、イオ君の
まあ、バンドチームとしてね、うん、僕はベースを弾き、安藤くんはサックスを吹くんですけども、新田もドラムを叩きみたいなね、新田光もドラムを叩き、うん、まあそんな感じでね、でその後がさ、うん、ミュージックソウルチャイルドよね、トゥンドゥントゥンドゥントゥンドゥンですよ、トゥンドゥントゥンですよ、いやすごいよね。だってミュージックソウルチャイルドって俺が高校生ぐらい、うん、まだミュージックっていう名前だったかな、うん、あその解明する前からめちゃくちゃ聴いてて、うんうんうん、ねそれネオソウルのね、そうそう、うん、頃だもんね、それと同じ場所に言えることあるね、でその次 SWV でしょ、 SWV だってまあ世代じゃないけど全然、まあね、もっと上の世代だけど、うん、ね、そう僕らのあの SWV は、うん、あの僕らの世代だとロバート・グラスパープロデュースの、うん、グレッチェン・パーラートっていうシンガーいるじゃないですか、はいはいはい、あれの、ウィークっていう曲、うん、あれの元カバー元が SWV だから、うん、そうそう、もしかしたら僕らの世代はそっちの方が馴染みの深い、うん、そっから入って、うん、ああこれが原曲なんだって人いるかもしれないですけど、ね、まあレジェンダリーですよね、で鳥がベイビーフェイスでしょ、ベイビーフェイスはもうレジェンダリーレジェンダリーですからね、うん、いやすごい、だから俺ベイビーフェイス最初はねあれだったんだよね、あのやっぱチェンジザワールド、はいはいはい、はい、うん、エリッククラプトンのね、うん、で歌唱で有名になった、うん、あれの人だって知って、うん、それでだからもう小学生ぐらいの時から聞いてたけど、うん、ライブ DVD とかもね結構見たんだよね、感慨深いよね、だからベイビーフェイス出るステージに出るんだよ、うん、いやおかしい、おかしいよね、いだから逆にビビってる、だから、うん、だって彼らのバンドとか多分やばい人が来るわけでしょ、うんうん、なんか本当に緊張すると思う、なんか本当に緊張すると思うな、いやすごいことだな、いやすごいこと、楽しみですわ、楽しみ、普通にだからね、タイムテーブル出てるんだっけね、出てるか、出てる、うん、だからゆうくんはどしょっぱなので、そうそうそう、そう一生懸命頑張ってね、うん、あの演奏して、そう全力出してから、うん、もうあとはもう楽しむ普通に見る、そういうことです、うん、ね、なので皆さんもしねご予定よければ、あの台風で大変かもしれませんけど、まあ一応東京は過ぎ去った後ということになってるんで、うん、14日のソウルキャンプも遊びに来てみてはいかがでしょうか、はい、まあ、けどメルローのライブは16日のクラブエージアです、はい、ね、13日のウォンクのライブはどうなるかね、そうですね、まあ、いや あれはもう招待制だから決まってるのかな、あそうなのかな、確か事前抽選みたいなのあったと思う、ビームスとフィナムのコラボレーション企画、はいはい、渋谷のストリームというところでやりますので、うん、そちらもねもし台風が大丈夫であれば皆さんそちらでお会いしましょうという感じですかね、はい、他に何かありますか、あるかな、告知するとこ、うん、そう、まあ音楽関連で言えばあの近々いろいろね、うん、動きが見せれるかもしれないので、かもしれないので そちらもね、うん、皆さんチェックしておいてください、うん、ということと、うん、それぐらいかな情報出てるのは、 あとだあれだ、ダブテイル、ダブテイル、うんうん、11月2日ダブテイル、こちらあの去年もあった、去年じゃないか、あれ去年もあったね、うん、去年が初回賞、そうそう初回の、なんかこれは近しい仲間が集まったイベントって感じですよね、今年はね 2days でね、そう今回もみんな知り合いみたいなそんな感じかな、うん、そうだね、そうそう、でもあれもいいイベントですので、うん、お楽しみに、そうあのいっぱい集まる分ね、一バンドの尺は短いですけど、うん、それがゆえにいろんなテイストのバンドを楽しめる、うんうんね、楽しいイベントなので、そちらもぜひ皆さん来てくださいね、はい、いやまあ告知はそれぐらいかな、うん、まああとは追ってね、おいおい出てくるかなっていう感じなんですけどね、はいはい、いやでもねなんか井上さんどうですか、9月終わって10月入っても変わらず忙しそうだね、 やばいよ本当に、やばい、やばすぎるあの人知を超えてる忙しさがあるっていうのも、うん、人知を超えてるね、人知を超えてる、
で、綾竹がツイッターで弱音吐いてたじゃん、なんか書いてたっけ、やることがたくさんあるというよりは、うん、それぞれの分野で使う頭が違うから大変みたいな、うん、パンクしそうみたいな、うん、それはね非常によくわかる。あ、そのエピストロフだけで言っても、うん、その俺は曲の編曲もやる、作曲編曲もみんなと一緒にやるし、うん、ミックスもマスタリングもやるじゃん、うん、それはいいのよ、その一連はつながってるの、はいはい、全部。まあそうだね、作ったところからレコーディングしてミックスしてってこともね。そう、うん、だけどなんか他のなんかエピストロフの案件のさ、うん、なんかお金予算の調整とかさ、うん、なんかスケジュール引いたりとかさ、誰々に連絡取って、うん、契約書がどうだこうだ、うん、アンダーアンダーみたいなこと。そうだね、それ大変だね。それは俺らみたいなこうミュージシャンはしないもんね。そうそう、だからそれもあるし、考えることがたくさんあるんですよね。でもそれが楽しいんですけどね、うん、まあそうだね、結局ね自分たちの会社でやってるねプロジェクトってことだからね。そう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 、実現したときはまあその上り坂大変だけど、そう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 、頂上まで行けばってやつですよね。そうなんです。なるほどなるほど。安藤くんはどうですか。俺はね、なんかね9月が、うん、この間カレンダーを見てた、俺9月で休みが、うん、休みらしい休みって 1.5 日ぐらいしかなくて、そうちょっとワーカホリック気味だったんだけど、10月になって今週がね、うん、今週俺ねほとんど何もしないんだよね。うん、でもミュージシャンってさ、うん、そういうことでしょ。そういうこと、繁忙期があって、うん、何もないときは何もないってことよね。そう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 、それ何してんの。なんかねどうしようかなと思ってだから昨日とかは2時間ぐらい歩いた。そう、なんか歩く、うん、たくさん歩いた。散歩？散歩。いいな。楽しそう。散歩したり、あとはなんか引っ越しするかもだから物件探しに行ったりとか。ああ、そっかそっか。平和な日常。引っ越しするんですね。そうそうそう、日常って感じ。うん、いいな、俺も生活したい。人知を超えてるからね今井上さんは。人知超えてるよ本当にもう。しかもなんか重なるんだよねそれが。まあ、重なるよね、忙しいこと。そうなんですよ、今これ来るのか、だけどもう受けるしかないみたいなね。そう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 、まあありますよ、ありますあります。そんな感じですわ、ね、そう。俺は結構ねキキビビとかそういう新しいプロジェクトもね、うん、その始まったからさ今年から。そうだよね。そうそう、なんかだからウォンクのライブラッシュが落ち着いても、まあ他のアーティストのライブとかもまだやっぱこうサポート業っていうのはさ、うんうん、どんどん続いていくから、うん、そうそう、だからね、まあ、うん、冬も忙しくなるのかな、分からんけど、とりあえずね今週はね散歩してます。いいね。いいよ、たまにやっぱ会った方がいいね。そうだよね。だけどなんかやっぱり2日3日ぐらい経つと、うん、不安になってくるからやっぱり、ああ、まあ、なんか入れた方がいいよね、うん、なんかそう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 、何かしらの予定をね、うん、やっぱりなんかこの生産してない自分の、はいはいはい、がなんか怖いみたいな感じになっちゃう。たまにある1日の休みですらずっとゲームしてると不安になってくるもん、まあ、なるよね、うん、なるなる。なんかあれ俺今日あれみたいな、それ本当は良くないのかもしれないという説もあるよ ね、 ね、そのワーカホリック気味な、ね、うん、ちょっと病気ね、的なこともあるし、休みをちゃんと休みとして過ごさないとね。そう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 ね、難しいですねそういうバランスもね。まあだけどまあまあ俺は常々最近よく言ってるのが、まあ、最近みんなだからさ結構いろいろ忙しいじゃん、うん、まあ、だからそういうもうあの時は死ぬほど働いたなみたいなのってなんか結構みんな言うじゃん、大人の人とか、うん、大人って大人か俺らも上の人とかって言うからさ、やっぱりなんかまあ忙しい時もね、酸いも甘いもあるってことでいいかなと思ってんだけどね、うん、そうですね、そうそうそう、いやそんな感じですかね。そんな感じですね。今日はね俺はねものすごい二日酔いなんですよ。あ、そうなの。そう、まあでも、まあ、もう今は今となっては大丈夫なんだけど、はいはい、もう大変だった今朝は。そうか、その昨日が結婚式だったから結婚パーティーみたいな二次会みたいなやつ行って、うんうん、なんか飯立食がやっぱ混むじゃんか、うん、でなんかあんまり取れなくて、はいはい、
そうで飲んでたら、まあ、テキーラ祭りが始まって出たよ。でたまたまなんか椿も渋谷にいるから、なんかなんかさ別でね、うん、でなんか連絡取っててなんか遊びましょうみたいになってたんだけど、うん、結局椿とか北斗くんとかと、でもねあれね、あの変態紳士クラブにだけ一瞬会った。あ、うん、記憶は曖昧なんだけど、あの彼ね、そうそう、ウィリー・ウォンカとか、ね、うん、そうそうそう、とかが飲んでるところに一瞬だけ顔出して、うん、でそこでもう限界を迎えて奇想本能の赴くままに帰った。いやーすごいね、うん、やってるね、まだやってるね、やってるね、やってるよ。俺もその最近やってないんだよね。ああそういう、そうアッパーが飛び出すまでの、うん、最近やってない。ツアー中も終始冷静だった、その眠かった以外は。まあ、そうだね、そうだね、意外とそんなランチ騒ぎしてないもんね。そうそうそう、でもやっぱりなんかそれ、まあなんかと年もあるのかなとも思うけど ね、まあ、ね、そうそうそう、まあ、みんな明日のことを考えるようになってきたというか、うん、冷静になってきた次第。あと割となんかこうツアーとかってさ、なんか一日限りのフェスとかイベントで行った時よりもなんかさ、エモフェーズに入りやすいじゃんツアーって、うん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 、なんかいやーなんかいやーよやってきたなみたいな、いいねみたいな、うん、いい感じだねみたいなさ、うん、なんかあんまりそのパーティー感ないもんね、うん、そうだね、しっぽり度が高くなるけど、いやむしろ人のライブ行ったと後の飲みとかでね、あーそうだね、ランチキすんの、うん、何にもしてないからね、責任も何もなく、うん、確かに確かに。いやーでもだから俺はもう昨日もそうだったし、だからそのあれよ、バーベキューディズニーもそうだったし、はい、やってるね、結構やってるね、いいなぁ。いやなんかね、なんか起きた時はさ、もう酒なんか飲むかって思うんだけどさ、またやるんだよね。まあそういうもんですよね、うん、いや今日はそんな感じですかね。そんな感じですかね。結構またやりましたね。はい、喋りました。何時？もう3時間近く喋ってる。おーらららら、まあやっぱりね、2ヶ月分空いたからね。そうね、いろいろ振り返るだけで結構時間を使った回でしたけどもね。いやいやいや、また、1ヶ月後にやれたらいいけどな。まあできるんじゃない、できるかな、できる。来月、あ、俺来月あれか、 DCPRG のツアーに出てんだな。あ、まあだからまあその辺のアイアンドってやりましょうね、うん、まあ11月といえばそのウォンクの新アルバムのレコーディングの予定が実はあって。あ、そうだね、あるね。そうそう、だから今絶賛そのレコーディング前の制作中なんですけど、うんうんうん、と曲はかけてる、だからこのさっき1曲作ったって、うん、1曲作ったよ。おうそれぐらいよ。なるほどなるほど。でももっとね、あ、そう、俺まだ言えないことなんだけど、うん、いやボン君もまたまた面白いことあるから、おアルバムももちろんそうだけど、うん、アルバム以外の面白いこともね、うん、はいはいはい、あの、うん、年内発表できるかわからないですけど、いろいろあるんで、はい、はい、いろいろお楽しみにだ。はいはい、いや井上さんがだんだんマイクから離れてきたので、はい、もうそろそろ終わりますか。締めましょう。はい、ということで、まあだから来月とかもしやれるんだったら、割とこうもうちょっとね、なんかこの近況報告だけじゃなくていろんな話ができるかなとは、そうね、思いますね。今日は結構近況報告、間空いちゃったし、ツアーもあったしね、ね、あとラーメンの話だったね。はい、はい、それではね、ちょっと今日なんかもう本当に久しぶりすぎてさ、うん、どうやってやってたっけって思うようになってたなんかね、2人で自己紹介してた。ああ、自己紹介してた。なんか、はい、それではここまでのお相手は、はい、メルローこと安藤浩平と、ウォンクのベーシストである井上寛がお送りいたしました。はい、じゃあまた来月会えることを祈っててください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。